和道旅団のレクチ君が入場曲作ってくれたんですよ。それがめちゃめちゃかっこよくて、なんかリスナーさんも一緒に聞いたんだけど、聞いた？みんな。めちゃめちゃかっこよかったの。入場曲作ったんで、もしよかったら使ってくださいって言ってくれて、すげえかっこいいよ。これなんだけど、めちゃめちゃかっこいいよね。おはよう、ロータス。これこれ。オリジナルで作ってくれたの。流すよ。かっこいいよね。これを作ってくれたんですよ。そうそう。まあ、もう音楽、楽曲提出しちゃったから、通るかどうかわかんないけどね。かっこいいよね。そう。和道の捨て頃をイメージして作ったわって言ってくれて。もしよかったら使ってって言って。ねえ、すごいセンスいいよね。本気出したんだろうね、多分。すげえかっこいい。めちゃめちゃありだよね。もかもかさんバーガーありがとう。センスあるよな。買いたいよね。クラウンいらっしゃい。たくみさんおはよう。うなちゃんマンの件結局どうなったの？なんか進展あった？これはね、なんだっけな、スムースフリクションっていう曲だね。これ作った人相当センスあると思う。タンシャンワードツードンさんお疲れ様です。どうもです。
トーヤとボクシング見た。ありがとう。ボクシング、キックボクシングだけどね。面白かったね。トーヤ頑張ってたよ。俺はああいうの好きだよ。気持ちで行くっていうのは。俺の対戦相手はですね、テルチャンピンっていう、今放送中じゃないかな。青山って呼ばれてるんだけど、俺の左隣にいる人だね。テルチャンピンっていう人。この人です。あ、いいんじゃないかな。脂肪、炭水化物取った方が太れるから。青山の唯一のハンディキャップは炭水化物取ってなくて体重が軽いことなんですよ。だから正しい判断だと思いますね。炭水化物食いまくったら一気に太れるんで、ありだと思いますよ。本当はね、体重同じくらいじゃないとダメなんだけど、俺の方が体重かなり重いから。今何キロぐらいなんだろう。仲いいよ。確執全くないね。だからマッチメイク、そこに問題があるならマッチメイクを、マッチメイクに文句言ってくれっていつも言ってんだけど、俺普通に青山好きだし、確執は全くない。ただリングの上では殺し合うっていうお互い決めてるから、うん、別に青山も俺に対してなんかないと思うけど。三種のおやつさん、風船ありがとう。特にね、喧嘩したことも一回もないし。ないよね。わかんない。向こうがどう思ってるかは向こうに聞いてほしいんだけど。俺は特に青山嫌いだって思ったこと一回もないよ。本当にない。ただまあ、リングの上ではね、俺も殺されたくないし。お互い本気でやるよ。俺はパルパル指名してたんだけど、パルパルが逃げたから。で、青山が、まあ、じゃあワドでやるわ、って言ったらしいから。俺が決めたわけじゃない。ベンジョ太郎さんと話はしてないっすね。あれからどうなったのかなと思って。ツイッターとか見てみようかなと思って。特に進展はない感じかな。いや、してないんじゃないかな。してないと思うよ。してないと思うね。俺は別に仲直りしたわけじゃないからね。前から言ってんだけど、荒野に説教かましてやるって言ったのに、なんで俺がバトルするのかよくわかんないけど、なんか勘違いしてるよ。俺別に荒野なんかとクソガキと喧嘩する気ないよ。荒野ももうでも閲覧下がってるでしょ多分。すぐ飽きられるよ。売名しないと無理でしょ、あのスタイルは。里見月以外はなんか遺恨あると思ってた。まあそうっすね。でもあれしょ、みやびさんとドレさんも別に初対面に近いから遺恨はないでしょ。ドレさんは対戦相手と慣れ合う気なんかねえつって、昨日めちゃめちゃキレてたけど、みやびさんコメント打ってて、すげえ機嫌悪かったね。ドレさんはファイターだから慣れ合うなって、青山と慣れ合うなって言ったけど、別にね、格闘技の師匠ドレさんだけど、
別にね、俺のプライバシーに干渉することはね、別に関係ねえだろうと思ってるから。格闘技のことは全面的に俺はドレさんが正しいと思ってるから、全部素直に聞いてるけど、プライベートなことまでは言われることはないと思ってるから。俺の人生を誰にも干渉させないです。誰が口挟む問題でもないと思ってるし。じゃああれか、3万の件に関しては誰もノーコメントっていう感じ。初見さんいらっしゃい。いや、なんかね、昔から嫌いなのが、俺の人生に対してとやかく言う権利がある人は、俺に飯を食わせてる人だと思ってて。だから唯一、その、なんか人生こうしなさいって言うことができるのは、俺は金払ってる親だけだと思ってるんだよ。育てる親だけだと思ってる。その人だけは言う権利あんだよ。もしくは給料払ってる上司だよな。上司っていうか、まあ、うん、サラリーマン。だから俺はサラリーマンっていう仕事を選ばなかったの。誰かに人生に干渉されたくないから。うん、ね、俺が得意なのがリードジャブっていう、勝手に編み出したんだけど、ドレさんに教われて、なんかその、まず、ジャブから教わったんですよ。ジャブ。で、その、ドレさん3週間ぐらいトレーニングした時に、ドレさんとスパーリングやった時にパンチが一発も当たんなかったの。これ本当に3分間一発も当たんなくて、で悔しくて悔しくて、自分なりに1週間次の日の練習まで考えたんですよ。その時に辰彦さんに初めてパンチが当たるようになったのね。ドレさんとはあれからやってないんだけど、その時にドレさんがすごい褒めてくれて、リスナーさんも、そう、初めて覚えた技が、そう、ジャブってね、この距離なんだけど、要は俺がまだ格闘技の経験がなくて、分かんなかったの。当て感っていうのかな。で、もらっても構わないっていうぐらいステップインして、要は踏み込むの。で、そっから思いっきり伸ばすっていう、リードジャブ。要は左ストレートに近いんだけど、まあ、多分ね、左ストレート気味だって言われた。で、それが、その、結構、一番初めて覚えた武器。で、今度、ローキックがいいって、もともと良かったらしいの、右のローキック。要は、蹴りが重かったらしくて。で、これは空手習ってたから、蹴り方を知ってたのよ、ちょっとだけ。まだまだダメなんだけど。だけど、今度は、右すねが壊れちゃったの。こっちばっかり打ってるし、その、思いっきり踏み込んで蹴って、要は相手のすねとすねがぶつかって、俺の方が鍛えてないから、骨が弱いのね。だから結局自分の破壊力で右すね壊しちゃって、旅先で俺ダメになったのよ。でその時に今度リスナーさんが、その日拳少林寺拳法とかを独自に自分で覚えてて、で俺は左のローキック打てなかったの。インローって言うんだけど、利き相手が前足出てるわけじゃん、左足が出てるんだけど、そこの内側を狙って左で蹴るっていう牽制インローを覚えたのね。だから左のジャブと左のインローって言って、左足で相手のローキック前足をパチンって蹴るっていう、この二つ目を覚えました。で何よりもね、でかかったのはヒカルくんとスパーリングやった、やっぱ旅先なんだけど、そこでヒカルくんから盗んだのは、プレッシャーかけること。要はこれね、技術面じゃなくて精神面なんだけど、相手の体力の削り方とか間合いの詰め方みたいなものを覚えて、ヒカルくんがそれすごい上手いので、あんまりビビらなくなったっていうことかな。で、あとは俺がよく使うのは前蹴り、牽制の前蹴りをよく使うんだけど、だから左ばっかりだね必殺技っていうよりも牽制の技が多い俺は、うん、得意は基礎だよね、インローとジャブ。でもやっぱね、基礎が一番俺は強いと思ってて、基礎練っていうか、つまらない技かもしれないけど、やっぱね、理にかなってるっていうか、最初に教わる技は。
ね、格闘技の指導を受けてる時点で干渉されてないかっていうのは、それはね、違うんですよ。俺が頼んでもないのに、こうしろ、ああしろっていう人は干渉なんだけど、ドレさんに限っては、俺が頭下げたの。DM 送って。ドレさんに、俺がお願いしますって言ったんだよ。だから干渉はされてない。なんでかっていうと、俺が望んだことだから。ジャブ、インロー習得、確実に削る。そうっすね。どちらかっていうと、相手にダメージ残したりとか、間合いに入られない技っすね。誤解を恐れず言います。大多数のサラリーマンって思考停止してると思う。どうなんだろうな。どうなんだろう。俺なんかね、特定の職業とか特定の肩書きで、この人はこういう人格だっていうのはあんま好きじゃなくて、例えば韓国人だからどうこうっていうのは、俺間違った考え方だと思ってるの。肌が黒いからこうとかもあんまり好きじゃなくて、なんかそのすごい人はすごいし、どの世界にいてもダメなやつはダメなんだよ。で、世の中の99%ぐらいダメなやつなんだよ。ダメなやつで世の中形成されてて、で、特にサラリーマンっていうよりも、俺は99%の人間っていうのは考えない人だと思ってて、人の意見の方が楽なんだよ、言うこと聞いてた方が。俺はだから自分で考えて自分で生きていきたいっていうか、好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやりたいと思って生きてるから、それが俺の夢だし、それは全人類の夢だと思ってるから、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやるっていう、ただそれだけだよ。俺はそれ以外やりたくない。だから今はその、コンビネーション、ワン、ツー、スリーの3目がキックなんですけど、ストレート系なんですよ。自分がフックとアッパー練習してこなかったんで、ワン、ツー、ワン、ツーとか、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツーとか、ワン、ツー、右足のローね。ワン、ツー、右足ね。で、ブラインドする技も教えてもらって、ワンで、ツーでブラインドして、こっからローキック、右足の。で、ワン、ツー、インロー。ブラインド系の技だね。相手の視界をストレートで塞いで、こう。そういう感じ。ジャブインローはあんまり使わないですね。こう、こうね。こう、こう。マサトはインロー、すごい、うまいですよね。持ち味のパンチが、生かされてるのは足に散らしてるからだと思ってますね。序盤の1ラウンド目は必ず蹴り込んで、2ラウンド目から上に、意識を下に向けてから足壊してから上に行くっていうのはすごい、もう基本の木だよね。マサトの戦い方は本当教科書みたいでかっこいい。だからパンチが入るっていうか。本当、マサトはすごいよね。教科書だよね。あんな風にかっこよく戦いたいんだけどね。そうは問屋がおろさないよ。まあでも、素人同士の戦いだから、なんか気持ちを見せられたらいいなと思ってるけど、俺は。手頃にゲルゲさん来るかもって話になって、俺は行かないって言いました。あ、そうなんだ。まあ俺はゲルゲさんと香川さんがやってることはちょっと大人げないと思ってるから、俺はちょっとちゃんまんの気持ちわかるかな。あれはちゃんまんに対する当てつけだよね。かわいそうだよ。まあ、ゲルゲは利用されてるだけかもしれないけど、ちょっと大人げないよ。
いや、俺は辞退する気ないよ、自分から。でも、それくらいのハンディを背負っていいと思うよ。だって、興行クラッシュできるわけじゃん。ある程度、集客力のある人だと。例えば、金梅さんが来ないとかさ、ヒカルくんが来ないとか、セブンが来ないってなったら、売り上げ半減するからね。じゃあ行かねえよっていう人、いると思うんだよ。だし、客からしたら、ふざけんなって話じゃん。お前楽しみにチケット買ったのに、ねえ。何の罰則もねえってありえねえだろうみたいな。俺は50万って普通だと思うけど。イベント潰しができちゃうから。でもなんかゲルゲがどの面下げてくるとか言ってんのかよくわかんないけどね。まあチケットあるのかないのかだよね。別にゲルゲとかいらねえから。ゲルゲがね、ゲルゲのせいでちゃんまん来ねえとか言ってんだったらゲルゲ呼ぶなよっていう。まあチケット買ってんなら別だよ、自分で。別にゲルゲなんか見たくねえし。ちゃんまんの前で戦いてえわ。せっかくモチベーション上がったのに、がっかりだよ、本当に。俺は調印したよ。調印したっしょ。死んでも構いませんっていうのと、ギャラもらえますっていうのと、何時何分に集合とか、まあ細かいルールが書いてあるやつだね。ボクシングルールの人はこういうルールとか。3枚ぐらいだったかな、2枚か3枚だったと思うけど、そこのファイルに入ってるよ。調印はしたよ。
通のね、格闘技の経験ない人がローを綺麗に入ったらローだけで倒れるからね、一発でね。普通の人はヘタレガーっていうかもしんないけど、普通のさ人ってピンポイントで蹴れないんだよ。あのダメージが残る蹴り方ができなくて、あの例えば荒野に何発蹴られてもダメージ残らなかったでしょ。あれは荒野が破壊力あるとかないとかいう問題じゃなくて、荒野蹴る場所を知らなかったんだよ。だから格闘技ってなんかパワーがあれば、まあパワーもちろん大事なんだけど、パワーとかスピードとか多分ね、みんなが思ってる感じじゃないよ。技術を持ってる人とかスタミナのある人とか練習してる人が勝つんだよ。ある程度そのキャリアとかが離れちゃったりするとテクニックがねないと技術差が出てたんだよ。だから心技体ってよく言ったもんだよね。初見さんいらっしゃい、解放さん楽しんでて。俺は今は考えないようにした。最初の3年間はネタ帳とか付箋とかにネタ書いてもう用意してるぐらいちゃんとやってたけど、逆にフリートークができなくなっちゃって、あのフリートーク磨いた方が人生に有益だなと思ってそっちの方を選択したかな。今後配信者として息長くやっていくためには決められたトークよりもフリートーク上手くなんないとって思ったんだよね。フリートークの方が奥が深いんだよ。技術に差が出やすいっていうか、だから俺はフリートークでやっていくようにしてます今は。芸人さんでもそうでしょ。やっぱ位の高い人ってフリートークでやっていける人でしょ。フリートークは技術が必要なのね。技術っていうかね、多分その人本人が面白くないと意味ないんだよ。どうもー、のんちゃんいらっしゃい。おはよう。もう起きたの？CD はないよ。フリーミュージックネット上にある。スムースフリクションっていう曲だね。スムースフリクション。CD はないです。あの、素人っていうかね、音楽無料で提供してくれてる、なんていうの、プロで活動してるか、フリーの人かは分かんないけど、まあ、フリーミュージック、著作権を解放してるミュージックっていうのがあるのね。いや、ネット上でも何でも商標利用でも構いませんよっていう。あ、でも下積み自体はもともと営業マンをずっとやっていたっていうのと、あと講演会、月に1回自分の講演会をやってたんですよ。だから喋ることっていうのはあの人よりも長けてるかもしれないですね。あとそのトークの組み立てとか話法っていうのがあるんですね。で、僕が得意な話法っていうのは欧州話法っていうんですけど、あの実は喋るのって天性のものだと思ってる人がいっぱいいるんだけど、実は俺あの失語症になってコミュ障なぐらい喋るのが下手だったんですよ。だけどその本を、営業マンになったから本を読んで勉強したりとか、あと話法って言ってそう喋るための法則みたいなものをちゃんと勉強しましたね。だからあの流暢に見えるだけだと思う。実は技術なのね、喋るのって。ブルちゃんこんばんは、久しぶりです。実は技術なんですよ、喋りって。天性でそれをやってる人もいるけど、なかなかね、その喋りって素人でもできるから、っていうか普通に人間がコミュニケーションとして使うものだから、あの上手い下手っていうのはね、なかなか気づかれにくいんだけど、もちろんね、これで飯食ってるわけなんで、あのちゃんとそこはやってますよ。で、トークに一番大事なことって、あの感情を乗せることなんだよね。そう、自分が表現したい感情をどう相手に伝えるのかっていう
技術なんですよ。感情を理解してもらえばね、いい。あとは、行動変容って言うんだけど、相手の行動を動かすっていうことがすごく大事なんだよ。どう相手の心理と行動を動かすのかっていう。プレゼンテーションとか日本人がよく言ってるけど、まあ、プレゼンテーション世界で一番うまかったのはね、スティーブ・ジョブズだっていうふうに言われてるけれども、プレゼンスとアクションっていう言葉から来てるの知ってた？プレゼンテーションって。プレゼンスっていうのは存在とかそういう意味なんだけど、アクションっていうのはわかるよね。行動のことだよね。つまり、聞き手、要は相手側に訴えかけて、さらに行動を起こさせるっていうのがプレゼンテーションなの。ただ聞かせてよかったじゃプレゼンテーションにならない。例えばこのビジョンで俺はこういうことをやりたい、一緒に協力してくれないかっていうプレゼンテーションをして、行動しよう、一緒に活動したいと思ってもらって、実際行動するまでがプレゼンテーションの、だそこなんだよ。おっぱい配信負けてる、バンになるでしょ。負けてるとかじゃないでしょ。あんな通報来たらね、おっぱい出してたら負けちゃうよ。いや、負けてるとか勝ってるとかじゃないから、なんかみんな誤解してるけど、閲覧が取れたら勝ちじゃないの、ね、もかもかさん。俺はそこで勝負してないの。閲覧なんて取ろうと思ったらいつでも取れるよ。俺がおっぱい出したら花火上がるんだから。なめんなよ。俺がおっぱいちょっと出したら花火ボンボン上がるから。もう晩になったんじゃん。深夜だからね。確実に A 版でしょ、あれは。ありがとう。すちこさん、花火ありがとう。ありがとう、花火。もう多分、じゃあおっぱい出してた生主誰って、今さっきまでおっぱい出して500人集めてる生主いたんだけど、女の子で名前誰って聞いても多分みんな答えらんないよ。それで勝ってるって言われてもね、まあおっぱい出してた子しか言えないでしょ。なんていう小手半か覚えてる？覚えてないでしょ。そんなもんだって。なんで名前も覚えられてるや、覚えられてないやつに俺が負けてるとか言われないといけないんだよ。書くの遅い。スムースフリクションですね。ネットで見てみます。ありがとう。うん、かいほさん、もしよかったら、素人の企画で350人集めて興行成功させるって俺かっこいいと思うけどな。すごいよね。まあちょっとね、第2試合なのはちょっと不服だけどね。俺はもっと真ん中の方でやりたいけど、なんで前座扱いなんだよっていうね。ここはちょっと納得いかないよね。第4試合だったんだよ、本当は。でもドレさんと入れ替わったんだよね。
おはよう、チャンピ。あれ放送中じゃなかったの？パスタ食って増量してるって聞いたけど。体重ちょっと増やした方がいいかもね。確かに。年齢より中身が大人の内容の喋り方ですよね。さっきの話とかためになる。うん、まあ一番宣伝してるけど、宣伝効果が高いとは思ってなかったけどね。あ、お疲れお疲れ。入れ替わった？いや、多分ドレさんが目立たせてくれって言ったんでしょ。ドレさんが後半にやらせろって、和道と入れ替えろって言ったんだと思うよ。ドレさんに聞いてごらん。絶対そうだから。俺は絶対そうだと思う。で、俺は飲み込んだの、それを。第2試合、急に変わったから。いや、ドレさんが人生かけてるから、もう俺、最後のチャンスだから、もう頼むって。ファイナルの方でやらせてくれって言ったんだよ。和道なんかいつでもチャンスあるだろう。絶対そうだよ。だって、あの時のネームバリューなんか、ドレさん30人しか集まってなかったんだから。無名だったんだから。俺の方が絶対有名だもん、ドルさんより。まあね、格闘技教えてもらってるし、立てないとね、俺もドルさんを察してっていう。察してあげようよ。ドルさんはこの企画にかけてるから。配信を昨日始めて18人来てくれました。配信楽しい。ああ、才能ありますね。じゃあ、18人。一枠目で18人はいいと思いますよ。才能あると思いますよ。あと、どれだけキープできたのかっていう。うん、実はね、伸びる人には特徴があって、新規って必ず来るんですよ。で、新規を呼び込もうとする人はダメな人。要は、売名しようとする人ね。炎上させようとする人はダメな人な。で、うまくいく人っていうのは、新規が来た時に滞在時間を伸ばす人なの。要は新規っていうのはある程度一定確率で来るでしょ。絶対来るのよ。で、その人を長く滞在させるっていうのは、楽しませるっていうことは、おもてなしができるの。で、それができるようになると、新規が来たら取りこぼさない。要は長く滞在すれば閲覧がどんどん重なって、同時閲覧が増えていくと上の方に表示されるでしょ。で、どん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 新規が来るから、実はね、新規をいかにとどまらせるかっていう技術の戦いなんだよ。この人面白い、この人勉強になる、何でもいいの。この人可愛いでも。だから自分の特性を生かして、新規を1分しか滞在できないのを5分とか1時間とか。で、初見さんをいきなり30分とどめさせることができたら、俺は勝ちだと思ってる。そう。その2人はまた次来てくれるから、今度、まっさらで新規が2人だったってことは、次枠は4人集まるはずなの。で、その次の枠は6人って、どんどん相乗効果があるっていう。俺はそういうふうに思うよ。っていう人知らないな、ごめんね。うん、海宝さん、俺ノリスケっていう人知らないわ。捨て頃のチケットは残り立ち見の30席、当日販売の30席はプラスで特別に出たから、基本のチケットはもうソールドアウト。すごいよね。手売りの100枚の先行販売は2分で完売。2分で完売して、
ローソンとかコンビニで販売したやつがあるの、チケットピアとか。あれは90分で完売。やばいよね。どんだけ人気あるんだよっていう。多分ね、下手したらね、1000人は無理だったろうけど、500人、600人の会場埋まったと思うよ。もっとでかい会場でできたと思う。大成功でしょ。美穂さんおはよう。あ、そうなんだ。チケットもう買え買えって言ってたもんね。本当に来るんだったらもうその日の日をまたいだ瞬間に買えって。だって夜中で90分で販売ってすごいよね。ゆか姉さんいらっしゃい。夜中で90分で完売ってすごいと思うよ。夜中じゃなかったっけな、朝方だったっけな。結構快挙だと思うよ、初イベントにしては。第2回の捨て頃もっとゲストの層厚くなるんじゃないかな。まあ、これだけのメンツを集めたっていうのはすごいなって思うよ。なかなかできることじゃない。便所さんだからできたっていうのはあると思う、これは。朝10時か。ユニフォーム買わないとな。もしユニフォーム支援してくれる人いたら、俺に LINE で連絡ちょうだい。今、パンツ、下のパンツとトランクスと、もろもろ、ユニフォームの支援、お願いしてるから。支援してくれる人は連絡ください。会場着るユニフォーム、買うお金が欲しいんで。何色のパンツ履こうか迷ってて、トランクス。上下これになるんだけど、インナーは。上下この柄になるんだけど、白のパンツ履こうか、黒のパンツ履こうか、赤のパンツ履こうか。赤だとね、多分ね、この色が死んじゃうと思うの、被っちゃうから。だから白か黒か青かって思ってんだけど、青が一番多分合うんだよ。映えるんだよ。だけど青が俺のテーマカラーじゃないから、黒いショートパンツ履こうかなと思って。ムエタイの選手が履いてるやつ。黒かな。黒のパンツが合うかな。宣伝って何？宣伝って何？宣伝入れていいって何？どういうこと？スポーツメーカーはさすがに無理があるでしょ。基本的には俺は他の配信者の売名は禁止してます。そういう人はコラボの連絡ください。黒いいかな。黒合うかな。目立たなくない？黒。黒いパンツ合うか。ああ、そういうことか。いや、そういうのは別にいらないでしょ。別に、ユニフォームにってことね。ユニフォームに宣伝は全然構わないと思うよ。入れる気はないけど。っていうか来ないでしょ、別に。俺の URL 貼ってくれとかないでしょ。俺は白かなと思ってんだよね。白い方が映えるんじゃないかなと思って。パンツね、これに白いカラーの方が映えるような気がする。リングの上ってさ、結構遠くなるから目立たないんだよね。黒いパンツ、白とかの方が目立つじゃん、ほら。白の方が目立たない。
俺はこのユニフォーム上下で白パンツの方がいいと思う。どうなんだろう。黒がいいかな。じゃあ黒いパンツ買うか。いやいや全然いいよ。うん、あの行き過ぎたら注意するから、俺の方から。別に日常会話で配信やってるんですぐらいはいいけど、なんかたまになんか俺の枠見に来てくださいとかそういう人がいるから、うん、それは仲良くなってから自然とやることだし、その前にコラボした方がいいと思うよって。島津製作所って結構でかい会社であるからね、そういうことはやらないな。名誉毀損で訴えられちゃう。宣伝、いや別にいいよ。そういう小さいこと言ってるスポンサーさん俺にはいないから。俺の戦い純粋にね、俺の活動に興味があってみんな金出してくれてて、自分の広告打ってくれとかそういう小さいこと言うやつはいないよ。黒の方がいいか。黒いパンツでいこうかな。なんかあからさまな売名とか俺は嫌なんだよね、うん、リスナーさんは自分で必死になって集めるもんだと思ってて、有名なところで宣伝したら見てもらえるってそんな甘い世界じゃないから。この世界は面白いことやったら勝手に人集まるし、人の力でのし上がっていくなんて無理よ。つまらないやつは淘汰されるんだよ。面白いやつが勝手にどんどん上に行く世界だから。あ、どうもどうも、風船ありがとう。いや別にでも海宝さんが売名したとは思ってないからね。そっと NG 入れますから大丈夫ですよ。結婚か。俺ね、結婚ってルールを分かってない人が多すぎると思ってて、結婚って法律的に何を縛るのかっていうと、扶養義務と相続だけなんだよ。扶養義務と相続だけなの。で、俺まず財産持ってねえんだよ。だから結婚しても結婚相手に相続するって借金渡すことになるから、まず女の子にメリットないでしょ。で、今度、扶養義務があるんだけど、俺、女の子食わせる自信ねえんだわ。むしろ、養ってもらってるみたいなもんじゃん。だから、相手にとってメリットねえんだよ、セフィゾー。結婚の。だから、まあ、大金持ちで、俺のことを面倒見て、私が死んだら財産あげるよっていう人がいたら、ね、俺にしかメリットねえけど、女の子に申し訳ないよね。これがユニフォームですね。赤 T っていうかユニフォーム。これが後ろね。こっち側の後ろ面。背中の方ですね。で、こっち側が前です。こっち側が前。いや、ゴミ野郎っつうか、ゴミ野郎って言ってんじゃなくて、女の子がかわいそうじゃんって言ってなんでゴミ野郎なんだよ。だから、結婚するっつっても、女の子にメリットねえよな。っていう話よ。まあわかんないよ。俺が将来この人と一緒にいて、この人は絶対有名になって、この人は絶対稼ぐ人だからって言って、それに期待するっていう人はいるかもしれないけど、子供がじゃないよ。結婚だから奥さんの話よ。手こきはしてもらうでしょ。
手こぎはしてもらうよ。手こぎは君にで返してるよ、俺は。倍返ししてるから。もう全然最低じゃないよ。君にしそうだから。だから別に愛を使うものでも何でもないんだよ。法的に金でトラブルを防いでるだけだから。役所にね、別に好きな女がいて、なんで俺が国に報告しないといけないんだと思ってるから。勝手にやるよ。自分の嫁ぐらい自分で選ぶよ、勝手に。俺は別になんか籍入れることが責任を取ることだと思ってないから。世の中の人間なんてさ、結婚式で神様の前でさ、永遠の愛を誓うとか言って嘘つきばっかりじゃん。俺はそういうくだらない嘘が大嫌いだよ。奥さんって借金、結婚した時点で二人で払わ、うん、結婚前の財産っていうのは共有じゃないんだよね。確か。結婚してからの財産っていうのは夫婦二人のものになるの。だそれは半分半分にしないといけなくなるのね。だ結婚する前までに貯金したものとかは個人のものなんだよ。もともと持ってたものは。例えば俺が1億円持ってました。現金を。で、離婚するときもその1億円あったとしても、それは個人のもの。厳密に言うともっと細かいんだけど。まあ、不動産とかだよね、要は。例えば家を持ってて結婚した場合っていうのは、個人のものだよね、その家は。借金は奥さんは支払わないでいい。借金もそうね。うん。厳密に言うとだよ。別に払ったっていいんだよ。個人の自由だから。別に相続してもいいんだよ。ただその揉めた時っていうのは厳密に言うと結婚する前の財産っていうのはその人をもう通常の手続きを踏まえるんであれば普通に相続されるでしょ。合ってるよね、俺が言ってんの。間違ってたら訂正してね。でも貧乏人同士の結婚でそんなことないでしょ。この人のこと支えていきたいってお互いに思わないと俺は結婚なんて成り立たないよ。結婚だからフランスみたいになると思うけどな、うん、俺は。フランスって結構そのシングルマザーすごい多くて離婚率高いんだけど、離婚してても結婚してなくてもパートナーがいるのね。お父さんは別の人だけど、日本もそういう風になると思う。それよりも俺は生涯未婚率の高さが異常だと思うけど、うん、生涯未婚率っていうの方がやばいと。俺の女性のタイプはいつも言ってるんだけど、俺のことを世界で一番好きな女が俺の隣にいる資格があると思ってて、うん、俺はだから俺のことを一番好きなやつが俺の隣にいればいいと思ってる。それが俺にとっての一番の幸せだから。だからあとは全人類の女性が決めることだから、うん、俺のタイプは俺のこと好きな人だから、あとは勝手に一番決めなさいって、みんなでルール決めてって。俺の問題じゃないの。別に俺はなんだろう、彼女何人いてもいいと思ってるから。
何人もいるの。だからいつも言ってるけど、放送で俺はプライベートなことは言わないよって言ってるよ。放送で誰と付き合ってるとか、俺のプライバシーだし、俺の彼女のプライバシーのこともあるから、俺は言わない、うん、こんなパブリックな場所で言う必要ないでしょ、うん、まあ、俺の彼女と俺の問題だから、うん、そう、みんなの話題だから、俺がどこで何してようがね、プライベートカメラ回ってない時のことは秘密でしょ、うん、みんな俺とセックスしたいんだから、そんなに俺のこと好きな、ずっと俺のそばにいればいいんだから、今の時代ってさ、もうなんていうの、昔と違ってミサオを守るじゃないけど、処女なんていないわけよ。時間差で浮気してるだけなのよ、俺からすると。だ、生涯の中で5人男を本気で愛してる時点で俺はもう価値観が違うと思ってんの。何度も結婚したりとか、わかる、時間差で浮気してんのよ。神主前駅前で会ったけどね、神主駅前でポロッとあったよ。でももう全然俺の放送見てないね。とは関係ない人生歩んでるんだ。リスナー何千人もいるんだから、わかんないよ誰が何やってんのなんかさ、一人一人把握できない。だから今日もね、朝起きたら DM とか LINE とか50通ぐらい来てるのよ。だからくだらないことも書いてあんのよ、どこで誰がとか。だから俺は優先順位を持って要件だけ伝えてくれっつってんの。そんなプライベートでみんなが何やってるかどうかとか把握できないからって。知らない？今何やってんのか。興味ない。別に生ポでもいいと思ってるよ、俺は。別に生ポが悪いことだと思ってないから。生ポを否定する人、いやだから自分はこんなに頑張って働いてこんな苦しい思いしてるのに働かないで生活っていうひがみなんだよ。くだらねえ。日本ってそういうルールなのね。だから生ポ否定してる人って俺は言いたいのは、日本から出てけばいいのにと思う、うん、
働きながら誰が？誰が？なあ、悪法でも法だからさ。法治国家なんだから法律守ろうよ。そうだよ。ないと国の意味がない。神主働いてんの？知らないよ。でも別に生ポの人が働いちゃいけないってルールじゃないかんね。うん。別に生ポの人が働いていいんだよ。だから考えない人が多いんだよ。アレルギーを起こして批判してるだけだから。頭使って考えろよって思うんだよ。文句言う前にね、働いてもその分もらえないだけ。もらえるよ。働いた分は、生ポでももらえるよ。ただ、返還金っていうのが出るだけで。フェアにできてるよ。俺は生ポを否定する前に、最低時給を上げた方がいいと思ってるけど。な、働くのがバカ臭くなってるだけでしょ。もっと働いてる人が得する社会じゃないと良くないよ。生ポの人が羨ましいって思っちゃう時点で国のシステムが崩壊してんだもん。あのね、海宝さんね、そのもしとか何々っていう考え方をしてる人は言い訳だと全部思う。あのね、別にオーストラリアとかタイで暮らせるんだよ、全然。ただ、仕事がとか時間がとか年齢がとか国籍がとかいろんな言い訳をしてるだけなの。現にタイで生活してる人もオーストラリアで生活してる日本人もいるんだよ。ただ自分がやってないだけなの。そう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 。だから俺は派遣の人とかバイトの人がもっと給料もらえていいと思ってるから。生ポの人を蔑むんじゃなくて、そもそも働いてるのに奴隷みたいにこき使われてる方がおかしいの、安月給で。わこつ、俺は生ポの人をなくしても何の意味もないと思ってて、そうじゃなくて、働いてるのに生ポの方が羨ましいと思ってるぐらい給料が少ない方がおかしいと思ってるから。でしょ？自分が決めてる人生なんだよ。だから自己否定はやめた方がいいよ、解放さん。何にもないよ。ラムネ食ってる。ブドウ糖。それで自己否定なのね。他人が羨ましいっていうのは。自分の人生なんだから、自分で今切り開いて思った通りにやってるんだからさ。最低賃金低すぎるよね、ちょっとね。ブドウ糖、うん、ラムネって9割ぐらいブドウ糖の塊なんだって。これ。ブドウ糖 90% って書いてある。脳の栄養分だね。栄養価高いらしい。栄養価高いっつうか、糖がけ、脳みそって糖で動いてんだけど、脳がぼーっとするときこれ食べろって。自分次第だよ、人生。全部自分次第だよ。うん、だってさ、部屋の中にあるもの、見回してみてよ。部屋の中にあるもの。全部自分で選んで自分が欲しいと思ったものでしょ。でもしこれ自分が欲しくなかったのに人からもらったものとかでいらなかったのになって絶対半年後とかに捨ててると思うよ。どう思う？だから自分が今自分の人生作ってるのに、もしこうだったらこういう風にしたいってやればいいじゃんと思う。俺自分の人生で納得いかないことなんか一つもないよ。
全部自分でやってきたよ。それはさ、アクシデントとか起こるけど、でもそんなもん切り抜いていけるわけよ。切り抜けて。まあ大体取り巻きの人間が良くなかったりするだけだから、人脈整理すればいいだけだもん。別に誰にも迷惑かけないんなら何やってもいいんだから、法律守るんだったら。だってタイに住んだりオーストラリアに住んだりするのは違法じゃないよ。でお金がないって言うんだったら、いや稼いでないだけでしょって。バイトでも3つでも4つでも掛け持てばいいんだもん。うん、悪いことしてきたの？うん、いや悪いことしたら報いは自分で返ってくるから、いつか。そうそうそう。で、あの成功する人と失敗する人、結果を出す人と結果を出さない人の違いっていうのは、ただ途中で諦めたかどうかだけだから。諦めただけなんですよ、失敗する人って。で成功する人間って失敗をした時に経験だと思うの。最初から成功する人間なんていなくて、何回も何回も途中で転ぶんだよ。で転ぶたんびに強くなるだけだから、ゴールに向かっていくだけだから、だからあのなんつうの、自分が望む結果が出るまでやればいいんだよ。ただそれだけだと思うよ。これは行動しか答えはないと思ってるから。で手に入れたいものは何でも手に入るんだよ。そういうもんだよ。だから今の自分に不満があるとしたら、過去の自分をね、やってたことが間違ってるだけだから。正直言うと帰ってきたね、やっぱり。おはよう、達彦。もともセミナーの講師だったの、俺は。そう、同じ人間でさ、能力差なんか大したことないのよ。やりたいようにやって結果出せばいいだけなんだよ。他人のせいにしても自分のパフォーマンス上がらないよ。下がるだけだよ。俺はそう思ってる。だから他人の人生には干渉しない。俺はだから今の自分の人生本当に恵まれてるなと思うし、いい人生生きてると思うよ。思い描いた通りになってるから。まだまだ未達成な部分もあるけどね。まだまだその手に入れたいもの全部手に入れたわけじゃないから、生涯のうちにどれくらい手に入るかだよね、自分がリストアップしたものを。それは俺の努力の結果次第っていうか、努力ってわけじゃないけど、行動の結果次第だね。どこまでやれるのか。俺は配信で億万長者になりたいから。生ポもらってないとき、俺はね、生ポもらってないとき、生ポっていう概念を知らなかったからびっくりした。こんな制度が世の中にあるのかっていう。生ポ知ったのみんないくつぐらいのとき？27まで会社経営してたから、ナマポっていう存在、言葉を知らなかった。生活保護っていう。うん。こんな制度が世の中にあるんだと思ってびっくりしたよ。
すごいな、日本と思った。まあ、俺ならなれるだろうね。うん。あ、18歳の時から知ってたんだ。俺は全然知らなかったね。うん、俺、中卒だよ。おはよう、えっちゃん。だって日本国民であれば無条件にね、月収13万以下のやつを保護するってすごい制度だ。俺びっくりしたよ、制度調べた時。全日本無条件で日本国民であれば生活費が足りてない人を生活費払いますって国が保証してるんだよ。俺はだから大学とか出て勉強しないとダメだなって思ったよ、やっぱり。だって税金払ってる意味とかをちゃんと勉強したもん、その時。あ、15から知ってたんだ。代券とか取ってないよ、全然。もうだって俺19歳から自営業だから。19歳から27歳までずっと自営業、会社やったりとか。うん、まあ途中途中で苦しい時はバイトしながら会社やってたからね。うん、どうなんだろう、俺は自分が若いとも思わないけど。正直ね、月収100万なんか誰でも努力でなれると思ってるから、ただその努力をしないだけとか言い訳しまくってるだけだと思ってるから、あの億稼ぐとか結構難しいんだけど、月100万ぐらい、年収1000万ぐらいだったらみんな努力でなれると思うよ。うん、うん、葵さんね、実はね、最近それ思ってて、俺だんだん頭悪くなってて本読まなくなったんだよ、最近。最近ね、本読んでないからすげえバカになってると思って、ちょっとね、本読まなきゃって思ってるね。やっぱ本読むやつって頭いいんだよ。で、本読まなくなってる。要はね、ボキャブラリーとかレパートリーっていうのかな、トークの。そういうのが少なくなってるね。うん。19歳では会社じゃない、お店。ライブハウスね。その頃は音楽で飯食いたかったから。14歳ぐらいから音楽で飯食うってずっと言ってた。お金はシンプルだよ。お金はシンプル。僕、そうそうそう、語彙がね、広くなるから、本を読むと、なんか、やっぱね、知識が増えるから、その考え方の幅も広がるし。うん、俺はね、中学3年生の時からバイトやってたかな。うん。で、なんか、お金稼ぐの難しいって言ってる人はね、多分ね、なんか言い訳を考えるのが得意なんだよ。あの、人間って頭がいいじゃん？動物より。で、頭がいいって何なのかって危機回避能力だから、自分が傷つかない方法を見つけるのがうまいのね。だから人間って強いから生き残ったんじゃなくて、頭が良くて逃げることがうまいから生き残ったんだと思うの。俺がね、初めてやったバイトは、いくつだったっけ ?15 歳の時に始めて、レストランの調理の補助とウェイター兼。小さいレストランだったの、個人店の。もう潰れちゃったんだけど。
で、そこで、その、キャベツ刻んだり、お米研いだり、皿洗ったり、その、まあ、なんつうの、調理の下ごしらえとか、ニンニク刻んで、ソースの、タレを作る。要は、シェフがいるんだけど、シェフの、まあ、コマ使いだよね。うん。で、まあ、後半から料理覚えるかって言われたんだけど、その頃に辞めちゃったかな、もう。うん、それが最初のバイトだったな。俺がね、よく読むのは、やっぱり宗教系の本で今一番興味あるのが、旧約聖書がすごい面白くて、旧約聖書の、本、何冊か読みたいな、2冊ぐらいでいいかな、旧約聖書は。まあ、書いてあること一緒だけど、旧約聖書読みたいなと思ってる、今は。そっから、新約聖書読みたいなと思ってて。だから宗教系、自己啓発系と、あと、生物学とか脳機能学とかすごい面白いなと思って。科学系、サイエンス系とかも読むかな。うん、あー、クラインさん。クラインさんは俺すごいなと思うよ。才能があるんだと思うよ。あんまり絡みがないから、放送見ないし。でもね、やっぱ年収6000万っていうのはすごいと思うけどな。才能でしょ。うん。口語訳だろうね。口語訳の方が面白いでしょ、多分、うん。もちろん好きな興味あることだけ。だからね、俺頭いいってよく言われるんですよ。本当に中卒なのって。例えば、経済学学んでるやつよりも、経済学詳しかったりするの。だからびっくりするのよ。本当に大学出てないんですかって。それ授業で習ったことなんですよって言われ。あ、洋平くんは宗教に詳しくないよ。全然知識ない。言われるんだけど、それはなんでかって経営やってたから、中小企業診断士、要は、海外で言うとこう MBA の勉強とかを独学でやってたのよ。だから、いろんな経済学の用語とかを知ってるのね。だけど、学はないのよ。あと宗教とかに異常に詳しかったりするの。だけど俺、小学2年生の漢字とかしか書けないのよ。だから、偏りがすごくあって、芸人とかで近いのは伊集院光とかだと思ってる。要はね、知識オタクで本を大好きで漫画とか本読み漁って知識はパンパンに詰まってる。だけど基礎教養がないの、俺には。基礎教養。要は興味のある学問だけをごっそり、こう仏教とか経営とか営業とかそういう本ばっかり読んでたから、うん。どんだけ努力しても勝てない世界だなって思う職業ある。あ、それはね、やっぱスポーツの世界がそう思うかな。うん。スポーツの世界って、努力が最前提条件にあるんだけど、例えばバスケットの選手、身長130センチのやつ、俺見たことないんだよ。言って、小さいって言われてる人でも、身長180とか、78センチとか。それで平均的に日本人から見ると、小さいじゃん。やっぱりね、生まれ持った、骨格とかが大事だから、どの世界でもそうなんだけど、やっぱり、自分に合った世界を見つけるっていうのがスタートラインだと俺は思ってる。親の手は借りないです。僕、片親だったんで、ないですね、うん。料理、ライブハウス、経営。私はフリーでメイクやネイルやってるので。俺のリスナーさんで、あれだよ。ネイルサロン6店舗経営してる人とかいるよ。うん、MBA は大学でじゃないと取れないから。うん、日本だと中小企業診断士、年齢関係なく取れるね。でももう経営はやるつもりないかな。うん、向いてない。あ、でも経営やるかもしれないな。経営っていう形ではやらないかもしれないけど。スパットウェブ、調べてみ。なんだろう、精神障害を持ってる人の働く場所を提供したいと思ってて、だからそれに3000万ぐらいかかるんですよ。だからそれは配信、あと旅配信が終わったらやろうかっていう風に話してて、だいたい3000万ぐらいのスターティングコストかかるんだけど、安定するから、で社会貢献にもなるんだよ。それはやろうと思ってるね。
働きたいんだけど、障害を持ってて普通の会社に勤められない人が働く場所。それはビジョンの中にあって、自分の中でやっぱ自分の中にある問題を解決するっていうのすごく大事で、俺それすごいお世話になったから、これは社会貢献になるなと思ってて、それはやりたいかな。だから3000万集めるって結構ハードル高いから、もうちょっと努力しないとなとは思ってる。NPO ではやらない。株式でやる。営利団体でやります。福祉やってる偽善者多いよね。周りに何人いるの？おいぽんさん。それネットでそう言ってる人の記事を読んでるだけじゃないの？知り合いに何人いる？福祉やってる偽善者。あんまり、なんか自分の目で確かめないことをあたかも事実のように言うのやめた方がいいと思うよ。ネットって、嘘ばっかりだから。俺ネットに真実があると思ったこと一回もないよ。何人いますか？福祉事業をやってて偽善者をやってる人、知り合いに何人います？多分0人なはずの。あんまり、俺はそういう発言嫌い。俺はそういう偽善者を見たことあるから言えるけど。炎上ビジネスとかを知り合いに何人います？電話番号入ってる？その人の。会ったことある？喋ったことある？大量にいる？何人ぐらいいるの？何人ぐらいいて、どういうふうにやってて、どういうふうに思ってるの？具体的に言えるはずなんだよ。そう、ネットは自分が欲しい情報の答えしかくれないから、ネットって実は偏った意見、自分が欲しい答え、安心できる答えしか手に入らないの。だから俺は本読んだ方がいいと思ってる。価値観が変わらないのね。自分の価値観が凝り固まっていくだけなの。自分の考え方、似てる人の答えばっかり探すんだよ。ネット信じとけばよかったって思ったことある？俺はあんまりその思想とか考え方とかをネットで広げるとは思ってなくて、考え方が凝り固まるだけだと思ってる。生ポビジネスの人と働いたけど、それはネットでもしそこで働いてたんだったら、オイポンが、それは加担しただけなのね。生ポビジネスの人と一緒に働いたんでしょ？それは加担したんだよ。なんでその業界にいて悪いと思ったのに、その業界変えようと思わなかったのか。俺はオイポンの方が悪いやつだと思うよ。ナンポの人はほとんど金取られてた。なんでその業界を携わってるのに、その経営者に文句言わなかったの？これ貧困ビジネスで悪いことじゃんって言わなかったんでしょ？加担して、それでさ、なんていうの？自分で給料もらってたんでしょ？それ言ってることとやってることが全然違いすぎるよ。俺は変だと思うよ。なんか信用できないよ。違う？妹ホームヘルパーだけど、仕事内容と比べてかなり搾取されてると思う。基本的には、従業員で働くっていうのは絶対搾取の構造なのね。資本主義そのものが搾取の構造だから。現場で、例えばね、よく言うんだけど、セブンイレブンで一番辛い仕事をしてるのって現場なんだよ。でしょ？全部そうなんだけど、一番辛いことをする、リスクが高いことをするのは現場の人なの。で、不思議なことに現場の人って給料低いの。で、一番上にいて一番楽なんだけど、最後の責任を取るっていう、経営者っていうのは一番楽な仕事なの。舵取り役なんだけど。で、こんなことはもう資本主義始まって以来どころか、人類が始まってからずっとそうなんだよ。でしょ？変なんじゃなくて、それはそういうからくりなの、世の中が。で、それが嫌だったら、現場労働者辞めればいいだけなんだよ。そんなのは子供でも分かってるんだよ。俺はそういうビジネスはあんま好きじゃないね。ビジネスじゃないよね、それって。そういうのは長く続かないよ。2、3年で摘発されるよ。
人を不幸にするビジネスっていうのはクレームが来るからさ。でヤクザのしのぎでしょ。それはビジネスって言わないよ、俺からすると。それはしのぎだよ。だ今の時代、生主だって普通にバイトするより稼げる時代なんだから、本気でやったら。それでいいじゃん。講演会開いたらいいと思う。全然全然普通に、俺はオフ会が講演会だと思ってるから。会社名とか決まってるんですか？会社名は別に何でもいいと思うよ。うん、別に決まってないけど、いつも適当につけてやってたね。俺は別に会社の名前はそんなにこだわらない。なんでかっていうと、別に上場させようとか思ってないから。前科者が上場とかできないから。俺の周りはいい人ばっかりだったよ。うん、全然その悪いことやってる経営者なんか全然いなかったけど、すげえ頑張ってたよ。うん、オフ会全然来ていいよ、解放さん。いつも募集してるよ。別にオンラインでもこうやって会話できるわけだから、全然ね、吸収できることは吸収していいと思うし、自分の人生に役に立つことだったら、どん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 盗んでいってほしいよ。積極的に。もったいないじゃん。この福祉団体はいい人ばかりだろうって近づく。悪いやつばかりな。それはさ、オイポンさんの感想でしょ？思い込みなんだよ。俺は福祉で働いてる人全員が悪い人だっていうのは偏見だと思ってるから。漫画結構多いね。漫画大好きで、子供の頃から集めてて2000冊ぐらい持ってたんだけど、今もう全然ない。300冊もないもん。一回全部売っちゃった。漫画大好きな。漫画トータル多分ね、2万冊ぐらい読んでるね、俺人生で。俺はただそれは差別だと思ってるから、オイポンさんが言ってることは。別にオイポンさんがそれでそう思ってればいいと思ってるけど、いや、まあだからそれはオイポンさんがそういう人と出会ってただけだから。俺は別にそう思ってないから。だからそういう人たちとつるんでただけでしょっていう考え方よ。アイアムヒーローじゃないね。あー違う、アイアムヒーローかな。じゃあ、ボーイズ・オン・ザ・ランだね、これは。ボーイズ・オン・ザ・ラン。アイ・アム・ヒーローの前の作品だね。花澤圭吾。だね。花澤圭吾先生だ。俺、アイ・アム・ヒーローよりボーイズ・オン・ザ・ランの方が好きだから。あ、ありがとうございます、扇風機おじさん。お世話になりました。ありがとう。一番好きな漫画はね、僕らのっていう作品で、僕らのかな。あと古谷、一番っていうわけじゃないんだけど、ちょっとランキング付けは難しいんだけど、っていうのもその時の俺が面白いと思ってるだけで、読む年代とか俺の経験値によって面白さが変わるんだよ。例えばドラゴンボール、面白い時期もあったし、つまんない時期もあったし。俺は成田、新宿は4年ぐらい住んでるだけ。うん、僕らのとかも面白いしね。古谷実の秘密とか、最近だとなんだっけ、ヒメアノールじゃなくて、サルチネスとか面白かったかな。でもその俺は全てのある娯楽の中で一番好きなのはエヴァンゲリオンという作品なの。配信会で一番才能を感じた人誰？俺だな。うん、俺だろうな、うん、っていうか配信で収まる器じゃないと思ってる、うん、俺ですね。
で、配信者の中で一番才能を感じるのはやっぱうなちゃんマンだね。いい福祉団体を教えてほしいよ。教えてほしい。はい。俺はだから、いいも何も、俺はおいぽんさんが、なんか、エヴァンゲリオンのアニメ版ね、原作が好きですね、僕は。原作主義者なんで。どの作品も原作を超えることはないと思ってるんで。たまにあるんだけど。俺は原作主義者ですね。どんな作品も原作に勝るものはない。だから、エヴァンゲリオンはアニメの初期の頃の方が面白い。なぜうなちゃん？俺配信者になったきっかけうなちゃんマンだからね。やっぱちゃんマンびいきだね。あんなに自由な人を見たことがない。俺はあの人の人生が楽しそうに感じて、俺もこうなるって決めたの。で、4年かかったけど慣れたの。貧困ビジネス被害者が多すぎだよ。救えないけど。自分で考えてないで騙されてるだけだと思ってて。で、被害者がいるのはかわいそうだけど、でも騙されるやつが基本的に悪いと思ってんの、俺は。考えてないで甘い蜜吸おうとした結果でしょ？俺は本当に困ってる人を役に立ちたいと思ってるね。実際考えてるのはウェブ系だね。俺が思ったのが、実際携わってみて、能力が高いのよ。異常に絵を描いたりとか、ウェブのプログラミングとかは異常に能力高いけど、異常なコミュ障な人とかいるのよ。エヴァの映画全部見たよ。俺はエヴァンゲリオンもアニメ版200回以上見てるし、エヴァンゲリオン、多分、配信会で一番エヴァに詳しいの俺だと思ってる。で、話戻すんだけど、能力がすごい高い人が多くて、で、この人たちって、ちゃんと橋渡しをする人たちがいたら、ちゃんと、営利、企業として成り立つっていうのが自分の考え方の。だからそこにトライしてみたいと思ってる。ただ、ちょっと話ができなかったりとか、パニックになると過呼吸で倒れちゃったりするだけで、普通の人よりも絵が上手かったりするの。イラストが上手かったりとか、ホームページのデザインができたりとかするの。それはもう、なんか、中の業界に入ってみてよく分かったから、俺はこういう人たち、困ってる人たちの、なんか食っていける、仕事を提供するっていうのはありだと思ったのね。だからそれだけ。自分の役割なんじゃないかなと思って。エヴァのパラレルワールドの話はワドンにしかできないと思う。まあ、あれは多分、あれを唱えてるのはネット上にはあんまりいないかもしれないよね。私は金儲け側に立ちたい。周りどうこう関係ない。その情熱だけで突き進めばいいのにね。まあね、でもね、金儲けのモチベーションって、もう無限に続く連鎖反応だから、俺はそんなに、あんまりない。気のいい仲間たち集めて、気のいい社員とか、お客様とか。で、ちゃんと役に立つことやってれば、金なんか回ると思ってるから。その方が生活豊かになると思ってて。仲間がいた方が楽しいよ。なんか、配信では億稼ぎたいっていう欲望はあるけど、それは結果を残したいだけなんだよね。人材派遣じゃないよ。要は、下請けでいろいろ回していきたいよね。あと、オリジナルコンテンツも出したいけど、時間かかるから。だから最初、ホームページの制作代行とかやるんじゃん。障害持ってて、ウェブ系に強い人とか集めて。ネット事業は精神的な負担が高いように思えるのですが、その辺のサポートは専門家、医師などを入れるということですか？俺がやろうとしてる事業っていうのは、医師と提携することと、あと、そういう専門家、医者じゃないんだけど、メンタルのケアの資格を持ってないとできない授業なんですよ。で、その許可書がないと、そもそもその授業っていうのが下りないから。だから、その辺を入れるのに3000万かかるんですよ。簡単に言うと。エヴァのタナトスっていう曲が好きで、今も部屋で流してました。あ、そうなんだ。
エヴァンゲリオンがなんでその西洋で受けなかったのかっていうのはさ、あのキリスト教圏内の人にすごい批判されたからなんだよ。エヴァンゲリオンってあれ新しい聖書って意味なのね。要は庵野が何やったかっていうと、あの聖書を書き換えようとしたの。そういうなんかキリスト教とかイスラム教とかそういう人たちに喧嘩を売る形であの作品を作ったって。あれ簡単に言うとシンジ君とアスカがアダムとイブになる話なんだよ。なんて許可書、登録許可じゃないの、3000万かかるキャッシュフローでかかんのよ全体的に。そのオフィスを借りたり、オフィスを借りたりとか、その給料3ヶ月ストックさせる、助成金が出るまで半年ぐらいかかるから、最初スターティングコストで3000万はかかる絶対に。2000万3000万かかるな、月15万でいいので一人でひっそりと死んでいきたいです。あ、どうも初見です。ガッテムさんいらっしゃい。まあ15万だったらバイトすればいいからね、バイトで全然稼げると思うよ。まあ、そもそもエヴァンゲリオンっていう言葉って福音書って意味なのね。福音って意味なの。俺は信用ないもん。3000万も降りないよ。だからエンジェル見つけないと。それだし、俺はまず旅配信終わってからだと思ってるから、大手になってからだと思ってるから、そういうことやるのは。僕はオレオレ詐欺をやったことはありません。はい。またっていうのは語弊があります。おお、あやちゃんいらっしゃい。あやちゃん民剤飲んで寝れないの。おはよう。まあこれから寝るんだろうね。おやすみ。いや、俺は自分のことまだ大手だと思ってないよ。俺が見てるのは、ぶっちぎりで億稼ぎたいのよ。1年間の配信で1億円稼ぎたいぐらい大手になりたいから。俺のゴールはそこなのね。自分の描いてるビジョンは。だから全然達成できてないね。どうだろうね。成功って俺は望んでるものを手に入れる力が成功だと思ってて、どんな小さい望みでも達成できる力が成功だと思ってるのね。だ、成功の概念っていうのは、あの、自分にしかわからないと思ってるの。別に100メートル11秒で走るが成功でもいいじゃん。12秒の人が。だからまあ、俺が望んでるゴールは俺にしかわからない。俺の成功は俺しか理解できない。人の価値観で生きてないから。で、今の自分の基準で言うと、まだまだ達成できてない。少しずつ達成できたことはあるけど、ゆっくりゆっくりだね。一個ずつ。積み重ねだから。具体的な戦略とかなの？俺はね、あの、ビジョンが明確だったら戦略は必要ないと思ってて、むしろ戦略を書かないといけないのは組織が始まってからだと思ってるのね。まだその段階じゃないと思ってる。俺は明確なビジョンだけ持ってれば絶対達成できると思ってるから。戦略書けるぐらい頭がいいやつが隣にいればいいだけなのよ。だから俺は必ず達成するって決めてればいい。トップとかリーダーって言われてる人はそれでいいんだよ。あとは取り巻きがやることだからさ、それは。いや、俺はね、時間は設けてない。なんでかっていうと、いつも言ってるんだけど、あの、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやるっていう風に決めてるんですよ。好きな時に好きな場所で好きな人と好きなことを好きなだけやる。すごいシンプルでしょ。だから別に、俺は今旅配信成功させたい。配信者で億万長者になりたい。
ゆくゆくは、障害者の人を働ける場所を提供したいって思ってる。だからそれに向かって走ればいいだけだと思ってるから。だから俺は事業家じゃないから、いつも言ってるけど。でしょ。別に、例えば未来、まあ、5年後に旅配信達成して億万長者になってました。で、だけど、俺の周りの人たちとか、社会が、その働ける場所、環境できましたと。国が力を入れて。そしたら俺の夢は叶ったわけだから、別に俺がやる必要ないじゃん。今俺が問題点を見えてるから、そういうふうにやろうと思ってるだけで。別に日本全体でそれをやってる人がいたら必要ないと思ってるから。それはその時のタイミングタイミングでいいと思うよ。状況は変わっていくわけじゃん。だから、その時その時で、その、一番大事なプリンシプルっていうのは、好きな人と好きな場所で好きなことを好きなだけやるっていうね。状況は変わると。それだけだよ。だから、その状況状況に応じて変わるからさ。俺はジョブズが言ってることを理解できるよ、うん。むしろジョブズは俺が尊敬してる人の、あの中の一人に入ってるし、ジョブズの考え方とかすごくわかるのね。だから俺の中にジョブズはいるよ。俺はジョブズではないけど、俺の中にジョブズは生きてるよ。ギラギラする。俺の中にはパッションがあるのね。で、パッションが大事だと思ってる。自分の武器はパッションです。人間は自由になるために生まれてきたんだよ。だから日本人っていうのはすごく恵まれた環境で超自由なんだよ。でも、中国人とか羨ましいと思わないの。奴らは勝ち取るから。政府があんだけガチガチに縛ってるけど、自由奔放でしょ。だからね、あの、生き生きしてんだよ、あいつら。楽しそうなんだよ。別に中国人がいいってわけじゃない。日本は逆に恵まれすぎてて完成されてるから、夢が見れなくなってるんだよね。物が豊かすぎて。だからね、今度はね、精神的な自由を勝ち取る時代に来てるんだと思うよ。価値観を自分で作っていく時代っていうか。もう、物はさ、いろんなものがあって、もう、開発する必要がないんだよ。そうそうそう、生き生きしてるぞ。あいつら、だから、その、自由を勝ち取るっていうことをよくわかってるんだよ。縛られまくってるから。国がとんでもなく悪いから。だから国を信用してないんだよ、中国人って。そもそもめちゃくちゃなルールで生きてるから。でも日本ってさ、中国とかに比べたらめちゃめちゃいい国じゃん。だけど、いい国すぎて、完成されすぎて、もうどこに行ったらいいのかわかんない。日本人のジレンマだと思う。立ち上げの時にパニック発作のことをこんなに理解してくれてる人初めてでした。まあ俺もね、パニック障害軽いんだけど、少し持ってるから、やっぱ辛いよね。なんか障害の、例えばその精神障害は甘えだとか言ってる人いるんだけど、なんつうんだろうな。例えば、なんかその片腕ない人を甘えだって言わないじゃん。例えば、左手がないのに、お茶碗は左手で持てって、お前、右手でお前、茶碗を持てとか言わないじゃん。行儀悪いな、とか。もうそれ差別じゃん、ただの。で、精神的にパニックになって、人とうまく話せませんっていう人に、お前、ちゃんと目を見て話せないのはお前、甘えだとかさ、笑えるよね、本当に。な、日本人って差別大好きだから、世界で一番差別好きなの俺、日本人だと思ってるから。昔からそういう気質なんだよね。
俺はそういう人たちの側に立ちたいってだけだよ。そういう人たちの気持ちがわかるってだけで。国の意識変えようとかそういうのはない。あいつらって差別主義者だよねっていう。俺ら嫌だねって言って、生きづらいねって。俺もらってないよ、障害者年金は。そこまで重くない、障害が。産休だと、産休って言って障害者手帳はもらってるんだけど、年金と手帳って別の制度だから。宗教とか物知りなのにオール1の成績の人いた。同じですか？俺どうだろうな。数学とかはね、96点以下取ったことなかったね。だから、理数系っていうか、数学が好きだったね。すごい楽しかったし、パッパ解けるんだよね、なんか。アルゴリズムがわかるっていうか、その、教わってないのにわかるのね、体感で。答えが見えちゃうの。だけど、漢字が異常に書けなかったりとか、もうひどいのよ。本当に漢字が書けないの。だからそれは発達障害の特性なんだろうね。うん、ニコ生のフグちゃんはよく甘えと言われてる。うん、でも俺は人様からアイテムもらえるっていうのは才能だと思ってて、フグちゃんがそれを生活保護でお金を返すことは悪いことだと思ってないの。例えば、フグちゃんは生活保護で毎月13万もらってます。で、花火で10万円もらって、国に10万円返還するっていうことは、10万円分国にいいことをするわけだ。ただ、その代わり3万円国に保護してもらう。で、こんなにいいことをやってて、やっと認められる場所ができたのに、なんで甘えなんだろうって。むしろガンガン花火で稼いで、生活保護を抜けて、自立して成功していく方が俺は正しいと思ってるんだけど、なんで生活保護のフグちゃんが花火をもらって叩かれるのかよくわからない。フグちゃんがそれを不正受給して国に返還しなかったら犯罪なだけじゃん。なんで叩かれるんだろうっていう。ムラちゃんおはよう。精神障害はうさんくさい。あ、そうなんだ。まあ、トライパーティーが精神障害じゃないからそういう差別をするだけでしょ。ほら、人間で自分の物差しで生きてるから、自分の物差しからはみ出すものは嘘だって考える人がいるのよ。なんか家族にそういう人がいたらわかるよ。精神障害ってこんな大変なんだ。でも、精神障害の本とか読んでないでしょ。興味がないんだよ。パニック辛いです。でも、だんだんコントロールできるようになってきて、細々。いやー、偉いね、解放さん。そうそう、アスペの人ってね、特定分野に異常な才能。アスペの人全員がそうっていうわけじゃないんだけど、アスペはそれが出やすいの。だから、なんで俺がその精神障害の会社を作りたいかっていうと、その人その人の得意なものさえ判断できれば、普通の人よりもできたりすんのよ。例えば、俺、LINE スタンプを作ったんですよ。この働いてる時に。で、その人が描いたイラストが超可愛くて、ちょっと待ってね。リスナーさんも使ってくれてるんだけど、ちょっと待って。もしよかったら買って、この LINE スタンプ。100円で売ってるから。120円で。俺が、俺と LINE したことある人は知ってるけど、このスタンプよく送るんですよ。で、これ俺がプロデュースして、俺が企画を考えたやつで、すごい可愛いイラストを描く人がいて。これ、自分の企画で作った LINE スタンプ。イラストレーターさん別なんだけど、セリフとか、こういうタッチでこういう戦略でこういうことをやりたいって言って。絵がめちゃめちゃ上手い人がいて。この人のイラスト大好きだったのね、俺。だからもしよかったらこれで買ってくれたらその会社のさ、貢献、社会貢献になるから。俺はちゃんと返還してたね、犯罪だと思ってたし。俺別に働けると思ってたから自分。ただ今の時期はちょっと働けなくて、ね、ホームレスになっちゃってもうどうしようもないから国のお世話になろうと思ってたけど、ガンガン稼いで、恵まれない人たちに税金使われるのは俺はそれでいいと思ってるから。ガンガン稼いで税金をどんどん払いたいですね。豊かになりたいです。だから実際ね、俺は、今年の1月1日まで生活保護だったから、やっと抜けられたからね。
UFO デスマスさんいらっしゃい。アイテムはポイントだから申告しなくていいの？あ、するする。アイテムを現金化した時点でしないといけないの。ポイントだったらしなくていいんだけど、俺はポイントでもしてたけど。二級じゃないのに二級もらったり、悪いことしてナワポもらってる人が多い。だからって、その、障害者手帳を持ってる人全員が悪だって考えるのは、俺はただの偏見だと思うよ。二級じゃないのに二級もらってた人が いたんでしょうね、おいぽんさんの周りには。でも、だからって言って、生活保護であったりとか、障害者手帳を持ってる人が悪だって考えるのは、俺はちょっと、行き過ぎてるっていうか、考えてないと思う。俺23じゃねえよ。32だわ。そんな若くねえわ。元気がアウトじゃないの。ただ、その、これだけ稼いだって言って変換をするの。俺アウトなんて言い方してないから。俺は現金化してちゃんと返してたから。周囲の32歳、もしくは同世代でリスペクトされてる人いますか？年齢が近い人で。年齢が近い人でこいつかっこいいなと思ったのは坂口恭平かな。こいつはすげえなって思った。本当に坂口恭平は、俺は初めて見て悔しいって言ったね。俺がやりたいことをやってて、俺が本当に坂口恭平を知らなくて同じことやろうとしてたので、それを実践してるやつがいて、あ、こいつ分かってるわっていうか、こいつすげえわって思って、俺がやりたいことも仕掛けちゃってるわって思って悔しいって思ったのは坂口恭平ぐらいかな。うん、録画で23って言ってた。俺32って言ってるけどな。LINE、スタンプ買ってくれたのありがとう。俺には1円も入らないけど嬉しい。自分で作ったものだから。闇系彼女と7年付き合ってたけど、最後の方は、共依存ってのに落ちて、恋愛は共依存だからね。基本的には。いや全然初耳でも全然恥ずかしくないよ。まあ作家さんだね、物書きだね。いや物書き作家。物書きですね。イケメンだよ。すごいかっこいい人だよ。なんか精神病を持ってるんだけど、結構その社会的な活動とかいっぱいやってて、ちょっと紹介しようか、じゃあ、せっかくだから。知らない人もいるんだ。ちょっと待って。この人なんだけど。ちょっと待ってね。戦争をもう起こそうと。戦争はやっぱり大事ですから。人間っていうのはやっぱ戦争っていうのは大事で、その戦争っていうのは何だけど、もうぶっ壊したいとか、人をバーって撃ちたいとか、そういうエネルギーあるんです。でもそれをね、ただ解放させてダメで、それを抑制するっていうのが芸術なんですよ。そういう気持ちをジュッて抑制して、
で、そういう意味では戦争という概念は変わんないんだけど、やり方がちょっと違う。僕一応 come from ガンジーですから、非暴力非服従、 come from ヘンリー・デビッド・ソロ、非暴力非服従。何をするかというと、僕ら次の目的がゼロ円戦争。ゼロ円戦争ってどういうことか、ゼロ円生活圏を作るっていうのが僕のテーマ。つまりお金がなくても生きていける場所を作ったらどうなっちゃうのだろう実験ですよ。とか言ってたら、駿河銀行って言って某銀行がですね、ミッドタウンのワンフロアをくれまして、そこで僕たち今タクト大学っていうの大学を作りましてね、そこでみんなで話し合ってんだけど、土地が今1400平米新政府の領土をいただいてます。クリミナルじゃないの、何かというと余ってるので、土地っていうのは実は不動産行ったら余ってない、でも町を見渡すと余ってる。その町を見渡して余ってる人たちがすごい困ってる、荒れてるので、坂口さん使ってくれませんかって言って、一つはじゃあ菜の花の油を植えましょう、これは油になるので、おばあちゃんたちが何だろうって言いながら、そのうちね、油を作りながらバイトするようになります。石油もいりません、みんなでランクル乗りましょうって言ってるんですよ。ディーゼルを復活させて発電機を使って住宅をやると。こっちの横、こっちの空いてるとこには僕がずっとやってるモバイルハウスを、初期投資一応2万円ぐらいかかるけど、作っちゃったらもうおしまいだよ。家賃0円、周りにゆとり人にいる首席大臣グース、ちょっとこっち来てない、グースはもう俺も種も全部と TPP とか怖いんだよ、ね、だから種の保存してほしい、スペースあるから、うん、うちにはスペースが山ほどある、日本には98万個分のドームの高級地があるんだ、そこに全部種子をばらまいて、 TPP って農業のそのね枠の中だけだから、そうじゃなくて自宅で勝手に菜園でやりましょう、そういうゼロ円生活圏を作る。僕農業もしないでいいって、ばらまいて育つだけ、果物そうでしょ、野草もそうで、肉食いたい人は隣にイオンがあるのでそこで買ってください肉を食いたい人は買ってください、肉を食いたかったらお金かかるやつ。でもそしたら横でもう鳥捌き大臣が、いや俺はね鳥は捌けんだけど、その時に本当にじゃあ肉っていうものに対して食おうと思ったら、いや本当に敬意をね表して、むしろちょっと祭壇でも作ろうかみたいな、っていうかむしろ死のダンスを舞おうかって言って、そういうことだって考えると思うんだけど、お寺みたいなイメージです。ゼロ円生活圏を作る、それが俺のゼロ円戦争、それが新政府の、まあ、政策の一つ。それが何が目的かというと、お金がなくても生きていける生活を作る、これイコール何かというと、僕の中ではまず自殺者ゼロ運動ですから、今自殺者多いですからね、そういう人たちに対してもやっぱり僕はシンパシーを感じるので、テーマがやっぱシンパシーフォーザデビルなんで、殺人鬼でさえも何らかの問題があるんだろうこの社会には、いろんな人の話を聞こうと、そういったもので、あの新政府総理大臣常にホットライン、もう直通電話090-8106-4666、090-8106-4666まで、アリコみたいなのノイで距離子、面白いでしょこの人、うん、この人は見た時にあずるいっていうか悔しいって思ったね俺は、うん、俺はこの人見た時にあずるいなっていう、こいつめっちゃ頭いいわと思って、うん、それくらいかな、同世代でこいつすげえなと思ったのは、うん、明らかに躁鬱病だからね、どっからどう見ても、あの病気に詳しい人が見たら、あこの人病気だ、精神病だっていう典型的な躁鬱病なんだけど、躁鬱病をうまくその自分の天才性と結びつけてるというか、病気をうまく使ってるんだよね、病気と向き合ってるっていうか、これが坂口恭平さんね、うん、一回見てみてください。だから今訂正してんじゃん、しつけえなお前、うん、32だって今訂正してんじゃん、俺が23って言ったから何なんだよお前、間違えねえのかよ、じゃあ自分で全部今まで喋った一語一句間違えないのか、めんどくせえよ、俺は今32だっつってんだよ。プロフィール欄にも32って書いてあるんだよ。で、バースデーの時に読み間違えて23ですって言って、それに根に持ってどうすんの？バカなの？くだらねえよ、本当に。じゃあお前一語一句間違えないの？喋ること。違うって俺が今訂正してるわけじゃん。しつこい人嫌い、俺。
初見さんいらっしゃい。身体性表現性障害はなかなか理解されませんが、障害者手帳は申請できるのでしょうか。ごめんなさい、僕は医者じゃないのでわかりません。うん、なるこさんありがとう。花火ありがとう。強くなってないっすよ、全然。うん。どっからどう見ても23じゃないかんね。だし俺23じゃねえって今言ってんだから。そこまで言われる意味、いや、あなたがこだわってんでしょ。誰もこだわってないよ。しつこいっつってんの、うん、何分間その話引っ張ってんの、うん、おはよう KB、 おはよう。あなたがずっと23って言った、23って言ったっつってんの。じゃあお前言い間違えないのっつってんの。言い間違いぐらいあるでしょ。今訂正して、あ、そうなんだ、32なんだって終わりの話だから。うん。そんなの引っ張られても困るよ。うん、バカなの。さっきの人はね、俺実はね、逮捕される前の日にね、たまたま YouTube 見てて、動画で見つけて。うん。おはよう、カズさん。引っ張りすぎ、うん、23じゃないのって、いや32だよっつって、あ、そうなんだっつって、うん、それで終わりじゃん。何月の何日の何秒にどこの動画で23って言ってたから、それ確認してみろよって言われてみろよ。しねえわ、俺暇じゃねえんだよお前と違って、うん、しねえよ。もし確認したら何なんだよ、うん、ちげえっつってんだから。え、逮捕されたの、坂口恭平逮捕されたの、マジで。うん、早稲田なんだ、うん、なるでしょ、イライラするでしょ。28に見えないよさすがに。俺はおっさんだよ、いいんだよ。一回しか言ってないじゃないだろ？うん。偉そうなのはお前だろうがよ。お前一回しか言ってないとか言ってるけど、ずーっとしつこいんだって。まずここで根に持ってないとか言ってるけど、根に持ってるし。根に持ってなかったら黙ってろよ。バカなの、ずっと言ってるじゃん。ずっと言ってるじゃん。うん。23やったん言うてませんでしたとか言ってんじゃん。僕の方が何個上ですねって。ちげえよっつってんじゃん。お前がこだわってるんだわ。うん、どう見ても。そこまで偉そうに言われる意味って、お前の方が偉そうだ。しつこいっつってんの。うん、どう考えてもお前がこだわってるだけなの。なんで俺が確認しないといけないんだよ。自分の発言いちいち。なあ、ニュアンスだよな。どう考えてもお前の方が偉そうだろ。うん、なんだろうね、うん。あ、そんなに上げ足取りたいのかね、うん。お前の言い方が腹立つからコメントしてる。コメントすんなよ。お前に関係あんの？俺がいくつかどうか。関係ねえだろ。おめえが勝手にこだわってるだけじゃねえかよ。だろ？知らねえよ。俺が42だか32だかなんだか知んねえけどよ。お前に関係あんのかよ。ないだろ。お前に偉そうにされる筋合いねえわ、俺。どこの誰だか知らないけど。場の空気乱すなよ。考えろよ。おめえ一個の発言拾ってるわけじゃねえんだよ。こっちは240人相手にしてんだよ。場の空気乱さないでくれる？迷惑だから、うん。気にしねえよな、全然な。それでこだわってねえよとか、言い方がよとか言って、おめえがしつけえからだろ。コメント読み返せよ。一回しか打ってねえ。ずっと打ってんじゃねえかよな。どう思う？みんな。こいつがこだわってんじゃんな。しょうもねえな。
本当に。23に見えないよって打ってんじゃんな、みんなね。普通に。ほら、バースデーの時一回見てみてください。なんでおめえの命令聞かないといけないんだ。おめえ言ってんじゃねえかよ。23日の配信で21日のバースデーって。バースデーでって言ってんじゃんな。自分が言ってることぐらい責任持てよ。何回も何回もしつけ、ほら。ほら、23日って言って、23って言ってませんでしたって。どこが1回しか言ってないんだよ。23やったんですね。バカだろ、こいつ。本当に。自分の発言ぐらいさ、自分で責任持とうよ。うん、めんどくせえ、ほんと。これは普通に詫び入れるレベルだろ。すいませんでしたって。おはよう、初見さん。うわ、びっくりした。なんだよ、ピンポンぐらい鳴らせよ。あ、歌ってる歌ってる。ただ歌手ではないの。うん。あの、フォークギターで講演会で勝手に歌い出すのよ。精神病だから。フォークギターでなんかいきなり歌い始めんの。病気だから。あ、コーヒー買ってきてくんね。タリーズの。これね。これ。銭湯のところ。そう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 。歌ってるだけ。歌い手とかじゃなくて、歌ってるだけ。バカと話するのが一番疲れるよな。話わかんねえやつにさ、何回も同じこと聞かれるの嫌いなんだよ。俺がのんちゃんと復縁したかどうかはご想像にお任せします。スパーリングね、日曜日ですよ、うん、次のは、うん、でもし過去のスパーリング動画見たい人は、あの YouTube にグループ作ったんで、もしよかったらそれ登録しといてください。チャンネル登録、そしたらいつでも見れるんで。今 URL 貼るね。ちょっと待って。第2回のスパーリングもここにアップロードするから。これで見れるかな。これ URL 踏んでみて。YouTube。これチャンネル登録しておけば、見れるから。いつでも。うん、2回分入ってるでしょ。多分。うん、これノーカットで声も入ってないから、そのまま垂れ流しのやつだから、素材でキャプってもいいし編集してもいいから、もし YouTuber の人いるんだったら、あのなんだっけ、そのコンテンツフリーにしてあるから、引用していいですよっていう設定にしてあるからさ。なんかマットとか作りたい人いたら全然使ってください。URL 踏めた？大丈夫？リンク踏める？そこね。なんていうのかな。俺らプロの格闘家じゃなくて、もう極端な話、練習しないのが正解なんだよ。はっきり言って。別に練習なんて見たくないわけじゃん。なんかタバコ吸うなとか走れとかね、バカみたいなこと言ってるやつ多すぎるけど。ねえ、素人同士が殴り合うから面白いんだよ。ミノワマンは本物でしょ、うん、ありがとう。買った自分のも。持ってきたの？はい。ありがとうね。ミノワマン本物だよ。ろくでなしさんいらっしゃい。フォローしてね。よろしく。
同居してないよ、浅井さんとは。浅井さん近所に住んでる人で、もともと俺の知り合いがホームレスになりたいって言って、でそこで出会ったんだよね。ホームレスに弁当配ってて、でもう3年ぐらいの付き合いになるんだけど、 YouTube やりたいって言うから手伝ったりとか、あと配信やりたいって言うからふわっちの配信も始めてて、なんか空き缶拾いで月40万ぐらい稼いでてお弁当配ってんのね。鮫島さんの企画いつだっけ？カズおはよう。空き缶拾い、いや異常に拾うんだよね。例えば40リッターのこんなでっかい袋わかる？40リッターじゃないんだよな、多分50リッターか60リッターぐらいのでっかい袋があるんだけど、これパンパンに空き缶入るのよ。それでね、だいたい800円かな今の相場。パンパンに袋詰めて800円で、それをね40袋ぐらい集めるから、40袋かける800円だから市販32だから 32,000 円ぐらいになるのか、600円かもしんねえわ。6424だからそんな感じ。うん、だから浅井さん18時間ぐらいずーっと空き缶拾うから、うん、もうすごいんだよ、壁が出来上がるんだよ本当に、積み重ねていくって、うん、だって渋谷区、中野区、新宿区の3区を全部知ってるもん、どこに空き缶が落ちてるか。でその辺の空き缶拾いのホームレスに絶対聞いても、代々木公園とか新宿のその辺のホームレスに聞いても、浅井さん友達だって言うと、浅井ゆき子知らねえのはこの業界では潜りだよって言われてるぐらい有名。神様って呼ばれてんの。いや、作業量っていうレベルじゃない。自転車で。のんちゃんさん、その辺に iPhone ある俺の。そんなレベルじゃないよ。なんか LINE 鳴らして iPhone 探して。まあ俺は本当にあの人がやってることは神だと思ってるのよ。行動してて偉いと思う。メキシコで空き缶拾いやったことあるけど、島縄張りがあって怖かった。ああ、まあそうだよね。ある？どっか。どこだ？ん？どこだ？ん？こっち？ん？え？どこだ？布団とかの方じゃないの？え？そっちでしょ？布団でしょ？違う？え？あ、落ちちゃったのか。あったあった。ちょっと待って、動かさないで、手突っ込む、ありがとう。いや、ソファーの奥に入っちゃった。そうそうそう、本当に神様って呼ばれてる人で、でなんかすごい気にかけてくれてて、あなたは王様ですとか言って、いずれなんか王になるので人々を導くでしょうみたいなこと言って、すごいんだよ。なんか預言者みたいで、俺の過去のこととか全部言い合ってたりするんだよね。だから見えてるんでしょ、なんか。だからたまによくわかんない行動をして、和道さん大嫌いって、和道さんはクズですとか言い始めた時期があって、いきなり俺のこと嫌いになった時に、俺は浅井さんなんでそんな悲しいこと言うのって言ってわからなかったんだけど、のんちゃんはそれを理解してて、和道さんバカだねって、浅井さんは私が近くにいるから私が嫉妬しないように和道さんのこと嫌いって言ったんだよって。なんで和道さんわかる、のんちゃんもわかるんだよ浅井さんが言ってること。浅井さんは私が嫉妬しないために私に向かって和道さん大嫌いって言ったんだよって、そう、私が心配するのを見抜いてるんだよ浅井さんはって言って、すげえとか思ってびっくりしないそういうなんか発言をするんだよね、優しいの、とにかく。
もんちゃんもだから今の発言よくわかんねえわ浅井さんっつって、和道さんはバカだねーって言って、浅井さんは心の中が見えるんだよっつって、なんで和道さんそれわからないのってよく言ってる。浅井さん、浅井さん、まあ神の領域にいるから心が綺麗だからなんか見えるんでしょう。そういう人なんだよ。俺にはわかんねえけどさ、でも浅井さん大好きだよ俺。浅井さんがだいたい1時間で集める量がこれくらいかな。1時間で3袋これくらい、これで1時間ぐらいかな、だいたい3袋これで1個600円だとしても3×3=1800円かな、これくらい集める一人で。これが浅井さんの仕事。手頃の企画は怪我や死亡事故の保険入ってますか？便所さんに聞いても会話にならなくてわからない。あ、ですね、各選手自分たちで入ってくれっていうことで話を受けてます。はい。だから各選手それぞれですね。自腹です。浅井さんに傾いた時期はないでしょ。衛星に脳を置いてるからたまにダウンロードしたら止まっちゃうけど。あ、いや、紙と更新してるんでしょ？と言ってもいいし、自分で考えるのに時間、答え出すのに時間かかるって。あの人は言葉が苦手だから、だから言葉が降ってくる前に時間かかるんでしょ？言葉を探してるんだよ。だから、浅い TMT とか言われてるけどね。浅い TMT ってすごいよね。止まるんですよ。思考が。思考が止まるっていうか、逆に言ったら考えてると言ってもいいし。うん、自腹ですね、基本的には。ツイキャスニコ生、違法配信者撲滅委員会さん、ありがとうございます。何はともあれ、あの人は素敵な人だと思う。すごいよ、優しいよ。うん。俺はいい人と出会った。人の運はすごくいいから。人に恵まれてる。リスナーさんもいい人ばっかりだよ。和道でいいよ、全然別に。新宿だよ、俺。西新宿5丁目。エリア5。北
違いが済む巻。まあでも死亡事故起きたら、もし仮に起きたら俺笑うけどな。ステコロの16オンスで死亡事故が起きたとしたら、それ運営の責任だとは思わないかな。近いの、うんうん、あんなので人殺せるのマイク・タイソンぐらいだと思うけど。素人を殴りは危ないっすよ、やっぱり。あーでも肘があるからな、なんとも言えねえよな。グローブは大丈夫だけど、肘はほんとクッションつけてても人ね、死ぬ可能性あるから。まあそれはね、レフェリーとか入れたりリングドクターもちゃんと入れてるから、うん、大丈夫だと思うけど。ちょっと危ないよね。まあでも基本的にはね、スポーツだから、ルールを守ってれば俺は全然ありだと思うけど。ねえ、難しいところだよね。ただ、素人同士が喧嘩するとかいう配信よりよっぽどいいと思うよ。正々堂々ちゃんとさ、リングの上で白黒つけましょうっていうわけだから。全然いいでしょ。今度オフ会、リア凸はね、俺、旅配信でリア凸1万人の旅っていうのやってるんですよ。だから放送中はリア凸大歓迎って、公言してますんで、いつでもいいですよ。で、リア凸が入ると、今ね、旅配信21日で72名がリア凸して、まだまだ1万人までいかないんで。で、ステッカー欲しい人は1000円支援してくれるとステッカー1枚プレゼントしてるんですよ。で、ステッカーがこういうデザインですね。こういうデザイン、うん、このステッカーを1000円1枚1000円月1枚プレゼントします。おはようマーニャ、アリサおはよう、うん、ステッカーをね、1000円月1枚プレゼントしてるんで、ご支援よろしくお願いします。あ、そうだ、のんちゃん。のんちゃんさ、はい、デザインしてもらいたいのが一個あったんだ。トライバル調のタッチって書ける？え？ちょっと書いてみてほしいんだけど、鉛筆とかある？ボールペンでいい？うん。うん、これにさ、タカあるじゃん、鳥の、うん、のトライバルっぽいっていうか、ロゴっぽいっていうか、うん、そういう絵をちょっと描いてみてもらいたい。ラフで、うん、お願いします。あ、で、のんちゃんこういうタッチで描いてもらいたい。これみたいに、のんちゃんのこのタッチ好きだから、うん。ステッカーの買い方、いや、リア凸して1000円くれたら、1000円支援してくれたら1枚渡してるから、1万円くれたら10枚渡してる。でもう1種類作るから、種類は選べる。1000円付き1枚プレゼントっていう感じ、うん、もうリア凸して1000円渡せば、俺がステッカーくださいって言ったらいい。支援するんでステッカーくださいって。そんなシンプルなことないや。トライバルとかこだわんなくて、こういうタッチで鳥の鷹描いてくれたらいいや。ああいう感じ？あれみたいに。ああいうのとか。のんちゃんの独特のタッチあるじゃん。あれでいいよ。うん、リアと全然いつでも。包装つけても構わないから。放送もフリーで全然いいから、生放送も可能って書いてあるでしょ。放送つけながら来てもいいよ。ただね、俺 LINE 公開してるから、
LINE はプロフィールページにURL 書いてあるから、これで LINE で事前に連絡くれるとありがたい。写真はね、支援してくれた人には無料で、3行目に書いてあるけど、1000円の支援でステッカー1枚プレゼント、サインが欲しい方はマッキー持参でお願いしますって、支援をしていただいた方は写真撮影も無料の特典付きっていう形にしてます。勝手に写真撮るバカがいるんだよね、すげえ腹立つ。挨拶ぐらいしろよな、大の大人が。勝手に写真撮って勝手になんか、いやーとか言って帰ってくるバカがいるから。一番稼げた年収、年収は大したことない、1000万も稼げたことないよ。どれくらいだろうな、500万ぐらいじゃないの多分。そんなに稼いでないですよ。ただ俺の場合、その不労所得っていうか、遊びながら稼いでたことが多かったから、それが羨ましいって言われてたのよ。もう仕事はしないっていう、誰にも使えないって決めてたから。いや、枠取りながら全然ウェルカムだよ。俺が売名できるんだったら俺で全然役に立ちたいよ。一緒に配信盛り上げようって。配信がもっと盛り上がったらさ、大きな目で見たら自分が得するんだから。そうだね、配信で億万長者狙ってるんで頑張ります。4000万の売り上げの時も、4000万の売り上げだから、自分の給料じゃないから、それは年収ではないから、年商だから。年商は売り上げ、4800万かな、1個の授業で。それプラスアルファもちろんあったよ、年商ね、あくまで4800万、大体。でも収入ではないのね、それは。原価とかかかってるから、売り上げだからさ。売上だったら1000万超え何回もあるよ、余裕で。でも俺のね、財布をすり抜けていくだけだから、それは手元に残ってるわけじゃないから。原価とか払わないダメじゃん、家賃とか。年商億超えたことはないかな、まだ。でも配信はいいよな、原価なんてかかんねえもんな。自分が商品だからね。面白いことやったら花火もらえるってすげえ仕組みだよな。こんなにいい商売ないよ。元手がほとんどかかんない、ネット代と電気代ぐらいでしょ。下手したらそれすらリスナーさんが払ってくれるからね、ネット代とかね。どんだけ夢あるんだよ。すげえ時代が来たもんだよな。おはようにゃ。年収1000万の時代があるかと思ってました。俺はね、あんまね、収入にこだわるのはあんまりないんですよ。そうじゃなくて稼ぎ方にこだわってますね。っていうのも、やりたくないことをやって億万長者になってもストレスがかかるの、意味ないじゃん。楽しいことやって遊んでて稼ぐっていうのが俺の理想形だから。俺の理想形。おはよう、エージェントさんかな、これ。五所ヶ原ゆいがさん、これエージェントさんだよね、元。なんか小手半変わると読み上げづらいけど、なんて言えばいいんだろう。風船プレゼントありがとう。配信も向き不向きってあるのかな。これでお金を稼ぐのはなかなか簡単じゃないよね。めちゃめちゃ難しいと思うよ、配信で金稼ぐって。多分ハードルめちゃめちゃ高いと思うけど、多分ね、配信者人口って全体のパイで言うと40万人ぐらいいて、今リアルタイムでも5万人ぐらいいるはずなの。月に1回配信する人とかも含めると5万人ぐらいいるだろうな、人口で。飯食えてるのってトップ100人とかじゃないの。
5万人のうちトップ100人って何パーだろうね。0.2% とかじゃん。わかんないけど。いや、俺も何個も夢諦めてきたかんね。うん。うん。ストレス感じるのが嫌で、例えばね、その、俺は1000万稼いだとしても、例えば1000万稼ぎました。で、でもやりたくないことやってるから、やりたいことをやる。キャバクラに行ってうさばらし、風俗に行ってうさばらし、100万の時計買ってうさばらしって、すごく効率が悪いと思ってて、結局、その、幸せになれないと思ってるの。その生き方って。でも、例えば野球選手とかって野球が好きで好きでしょうがなくて、野球で遊んでて、で、10億円プレイヤーになりましたって。意味がわかんないじゃん。普通のサラリーマンからすると。超かっこいいじゃん。芸人とか、喋るのが大好きで、喋り極めて、年収10億円とか。だから、ね、俺はその方がいいと思って、うさばらししなくていいから、どん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 自分のスキル磨いてこうってなるじゃん。青天井だよね。うん、そういうのが好きだね。配信はね、向き不向きとかじゃないけど、配信で金稼ぐのは結構大変。まあ、どの世界でもそうだよな、自営業は。0.5% ぐらいじゃん、食えるのは。自分が食えるって思った人しか食えないよ。早く食ってないとさ。運営層さんおはよう。1000万稼いで、経費で自分の投資して膨らませる。投資が必要ないんだよね。投資が必要ってお金があればあるほどいいと思ってるからお金を膨らませようと思ってるけど、配信者って何がすごいかっていうと、年収1億円ってお金しか手に入んないじゃん。普通の仕事の人って。俺が1億円手にしてる頃は何が叶うかっていうと、ああ、服欲しいなって言ったら、どっかの服屋さんがうちのモデルになってください。全部最新作送りますから来てください。宣伝になるんで。いいの?って。いう世界なんだよ。俺は金だけじゃなくて、その、こう、もう自分がブランドになっちゃうの。俺が着てる服が宣伝効果が出ちゃうの。例えば、うん、メガネ変えようかなって言ったら、老舗のメガネ屋さんが電話かかってきて、特注でメガネ作るんでどんなデザインがいいですか?もちろんタダでいいです。その代わり宣伝してください。メガネどこのブランドって聞かれたらうちの名前言ってください。あー何したいな、車欲しいなっつったら、俺フェラーリ余ってるからフェラーリいるって使ってていいよ。そういう世界なんだよ、俺の世界って。だからお金はただ単に周りに分かりやすく、分かりやすいじゃん、配信で1億円稼いだやつがいる、あー和道らしいねって、ただそれだけなの。俺は1億円を何かに使いたいんじゃなくて、俺は1億円が似合うの。ここに札束があってちょうどいいのよ。そう、ただそれだけなの。結果を残したいだけなの。そう。だから、髪の毛切りたいなっつったら、一流のデザイナーが、俺和道の専属になりたいんだけど、つって。もちろん金なんかいらないから、つって。なんか和道の髪は俺が切ってるって言ってもいいって。俺のブランドになるから、つって。いいよって。そういう気に入った仲間、例えば、俺、レクチっていうリスナーさんがいるんだけど、レクチが、捨て頃の音楽作ってくれる。例えばさ、普通さ、金、人脈のないやつだよな。金払って、5万円払って、音楽の著作権を自分で手に入れて、1回だけ使えるとかいう世界なんだけど、俺はレクチっていうやつ、ギターが好きなのね、そいつの。で、そいつが、この前、捨て頃の入場曲作ったよって言ってくれて、作った曲がこれなのよ。かっこよくない?かっこいいでしょ?かっこいいでしょ?いいでしょ?これが俺のテーマソングだよ。世界で一個しかない。
ぽいだろ。これがだから世界で1個しかない俺の曲なんだよ。俺が捨て頃出るのをイメージして作ってくれた曲なんだよ。だから俺が理想とする世界はゆっくりできてる。その代わり俺はレクチに言ったの。早くプロになって俺をステージに上げてくれって、うん、プロになって超有名になってモンスターバンドになって俺和道の専属で和道の映画撮る時も全部テーマ曲俺だからって、そういう関係になろうなって。俺が入場曲は全部レクチが作る。だから、いいじゃん、それで。ウィンウィンじゃん。お互いどんどん上に行こうねって、うん。俺も負けないからって。そう。起きるっしょ？超いい曲でしょ？それでいいじゃん。うん、プロ行けよって。俺もプロだからって、うん。俺もプロでどんどん上行くからって。うん、そういう仲間たちをいっぱい集めるんだよ。例えば今ものんちゃん美大卒だから、俺がデザインできないからちょっとお前ロゴ書いてよって今頼んでたでしょ。それでいいんだよ。そしたらのんちゃんの絵が広まるから、うん、和道専属デザイナーでいいじゃん、うん、金じゃ収まらない。本当に価値あるものは値段がつかないから、うん、どんなに金積まれても俺が嫌いだこの曲嫌だっつったら終わりだから、そうそうそう、みんな上に行こうぜって、うん、でそれで俺を利用できるんだったら俺全然協力するし、俺が困った時は君が持ってる能力で俺に力貸してって、うん、それが理想なのよ。だからそれを理解してる人はいや金で支援するよって、俺金持ちだからっつって、じゃあお前大蔵大臣やれっつって俺が金必要な時は金くれっていう仲間だからって。その代わり仲間うちではみんなやろうよって。例えばレクチが今音楽作ってくれたレクチなんだけど、いやのんちゃんのデザインでジャケット描いてほしいっつったらさ、タダでやればいいんだお互い、うん、みんなウィンウィンなんだから、うん、そういう世界が俺が住みたい世界の、もう金とかから解放されててみんな金持ちで、金じゃ動かないやつら、絆で動くやつら、金持ってない時からそういう関係を築きたいのね。その代わり全員一流になろうねっていう、全員トップになろうねっていう。それが和道旅団だよ。だからね、レクチがバンド行く時とかリスナーで乗り込んであげたいよね。何人も引き連れてみんなで。和道旅団の入会資格、俺が和道旅団に入るって決めた時だよ、うん、自分で決めなよ。俺は門は閉ざしてないから、和道旅団って書きなよ入りたかったら。で自分の道を見つけること、うん、俺はこれなら俺に任せろっていいんだよ。別に焼きそば世界一うまい焼きそば作るとかでみんながうめえっていう焼きそば俺は作るわとかでいいんだよ。それが仲間じゃん。何でもいいんだよ。焼きそばの時は呼んでくれみたいな世界一の何かを持っててほしい。何でもくだらないことでいいから、手こきをするなら一番世界で一番うまいとか何でもいいよ
入会資格とかはないね、和道旅団には。和道旅団は和道の顔のタトゥーを入れるんですか。もう拷問だよねそれ。入れないタトゥーとかは。だから敬意を払って俺のことを団長と呼んでほしいよ。和道旅団のメンバーには、ね、団長って呼んでほしいよ。団長どう、のんちゃんどんな感じ、見せて見せて、うん、ダメだ、続きを書いて。そんなにあれだよ、固定概念に縛られなくていいよ、もっと自由に書いていい。のんちゃんが飛び立ってるかっこいい鷹、要は獲物を食らう肉食の鳥を描いてくれたらいいよ。もういいよ、釈迦でいいよ、鷹じゃなくていいよ、釈迦を描こう、強そうな釈迦を描いて、イメージの世界でいいよ、もっと崩していい、固定概念に縛られなくていい、もっと自由に、力強くて羽ばたいてる鳥、自由な鳥を描いて、力強く羽ばたいてる鳥、なマークだとかこだわらなくていいよ、もっと自由に描こう、のんちゃんの頭の中にある世界で、デッサンこだわんなくていい。いや、紙ここにあるから。ネットでトライバルとかで調べるといいよ。いろんなもの見て。トレースはしなくていいけど。仕事行ってくる、行ってらっしゃい、頑張って。もう本当に嘘じゃなくて今日の夢も捨て頃だったかんね。もう全然休めないよ。ぶん殴られる夢ばっかり。ファイターみてえだなと思って笑っちゃうんだよね、起きると。悪夢ですよ。パンチが届かない夢とか、蹴られてバチン行ってみたいな。ボディ攻めにあってたりとか。コーナーに追い込んでる夢とかもあるんだけど。なん、俺はどこ目指してるんだっていう。夢毎日だよ、ここ最近。もう2週間ぐらい。ひどい時なんかさ、これ本当だよ。寝てるじゃん。なんかが降ってきて、ドンって胸に当たって起きるのよ。そしたら寝ながらジャブ打ってんの。要はパンチ、こう無意識に布団の中でこうやって夢でパンチ打ってて、ドンって腕が落ちてきて、うわっつって。笑うぜ、本当に。自分で胸ドンしてんの。
ザブってドンっておおって3ピン3ピン相手は怖いよ。チキンだからさ一生こすられるからね。負けたら一生こすられるから一生へたれって言われるんだよ。負けた方が美味しいんだろうけどプライドが許さねえよな。やだよ。天水っていうかね、やっぱね反射神経が天性のもので、ドレさんが言ってるのはヒカルくん、ワドを、テルチャンピンの3人を比較するなら間違いなく天性のものを持ってるのはチャンピンだっつってた。プロいけるぐらいの、要はセンスがいいのはチャンピン、要は練習したら一番才能が伸びるのは。でヒカルくんのいいところは愚直なところと吸収力の良さと、もう要は体ができてるところ、現場ずっとやってたから筋肉がいいから、しかも素直な性格ですぐで、一番才能がないのはお前だってはっきり言われた。もう才能はピカイチでまるでないと、だからお前はもう心で戦えって言われた。一番気持ち強いのはお前だからって、もうお前はハートしかないって、もう 100% 負けるぐらいセンスがないと一番弱いと、うん、でもお前が一番気持ち強いからって、この中で間違いなく気持ち、ハートが強いのはお前だからって、うん、お前はもうハートで見せろ、もう恥かいても何でもいいと、格好悪くてもいいから勝てもうダメだって、ピカイチでセンスはないって、もうドレさんが言うんだから間違いないよ、うん、いや まさかのって分かってたけど分かってたけど、やっぱり辛いよね。いや正直だよね。いやみんな分かってることだと思うよ、リスナーさんも。一番弱いのはワドだって、だから一番練習しないといけないし、だから面白いんじゃねえの、うん、弱えやつがどこまで噛みつけるかって話でしょ。俺はそこがみんなの見るところ、弱いやつがそのまま、あやっぱ弱かったねっていうか、おいワドが勝っちゃったよって、あんな 100% 負けるって言われてたワドが勝っちゃったよっていうのが見たいのか。俺は毎日だからビビってるよ。あいつは余裕ぶっこいて練習もしねえ。ねえ。時計もらって喜んでる。外配信ではしゃいでるかもしんねえけど、俺は毎日ビビりながら走り込んでるからね。減量したりとか。辛いよ。なんで俺こんなことやってんだろう。なんで俺だけこんな辛い目になってんだろう。でもやるんだよ。バカみたいかもしんないけどやるんだよ。自分でやるって決めたんだから。誰かに強制されたわけでもねえし、ね、誰かにね、金もらえるからとか有名になるからとかじゃなくて、自分がやりたいって言ったんだから、辛くても苦しくてもバカみたいでも叩かれてもでもやるんだよ。死ぬかもね。配信は便所太郎さんの枠でやるよ。当たり前じゃん、お前。こんだけ配信者集まってさ、こんだけ大々的に宣伝してさ、当日配信やりませんって、お前らバカだろってなるでしょ。こんだけ配信、全員配信者だよ。こんだけのメンツ集めて配信はしませんってバカでしょ。やるよ。もうさすがに怒るわ、配信しないって言ったら。いや、興行なんでとか言ったらバカでしょってなるでしょ。ごねまくるよね。配信するでしょ、どう考えても。そんな出るわけねえじゃん。配信しないんだったら意味ねえよ。やらねえよ、そもそも。出る価値ねえよ。便所太郎さんのツイキャスでやるよ。
サーバーパンクしたら伝説だよな。いやー頑張るよ。いや今この話では心臓がバクバクしてきたよ。いやなんだよな、毎日1回目のリングに上がるの本当に心臓止まりそうになるの。やだよ。ヒカルくん、前回はヒカルくんだったんだけど、ヒカルくんがこうやってリングの上でシュッシュッってやってんだよ。シュッシュッ、ウェドセバイザーいいっすね、バイザーいいっすね、強いっすね、やっちゃうやっちゃう、ええへへっつって、バイザーバイザーいいっすねっつって、もうドックンドックンって、殺される殺されるって、なんかはしゃいでるやついるリングに行って、ウェドさんウェドさん今日調子どうすか、昨日酒飲んでましたよ超やりづらい、チキン野郎だからさ。似てるっしょどだい、無理な話だよ。素人のニートのおっさんをリングに上げるんだもん。ヒカルくん本番強いだろうね。もう心臓飛び入れるんじゃねえの本番、俺。もう練習で毎回こんな緊張すんだもん。うん、ありがとう、ハイホーさん。いってら。美味しいお弁当作ってあげてね。いや恵まれてるよな。親父がプロの格闘家だったんですよ、実は。だからまさか自分がリングに立つなんて思ってもなかったし、しかもちゃんとお金をもらってね、こうやってローソンのチケットの名前見た時感動したもんね。俺の名前載ってるよって。こう一般で売られてる1万2000円とか3000円とか2万円とかするんでしょあれ。チケット見せてもらったら、ワドーって、出演者ワドーって入ってて、おいおいおいっつって、売られてるよって、雑誌にも載ってるんだよ、俺の名前が、ここに。こんなね、ポスターまでできて、300人がね、俺の殴り合い見に来るんだから、笑うぜ。プロじゃないのにさ、プロ格闘家じゃないのに、なんだよ、それって。いやーまあ本人はそれどころじゃないけどね、客で旗から見たかったよね。誰か知り合いの配信者が、おいヒカルくん頑張れって、もう調子乗ってたかったよ。ああ負けるなヒカルはとか言ってたかったよ。人のこと評論してるどころじゃないよ、勝つよヒカルくんはとかね。ねえ、人脈だよね本当に。弁護さんじゃなきゃこの企画はできなかった。弁助さんの人柄だよ。まあ人間性だけで勝負するっていう珍しいジャンルだからね配信は。こんな職業ないでしょ。人間性だけなんだもん。持って生まれたものだけで勝負の。なんだろうね、ちゃんま来ないのかな。2点3点するし気分があると思うから、ちゃんまんがね、前日あたりにね、ああ俺が行かねえと盛り上がんねえだろやっぱりよっつってさ、ああいいな、しょうがねえなおいっつって、なんだかんだよっつって、俺が行かねえと盛り上がんねえんだろっていう流れになったら俺は最高だよね。
仕方ねえな、おい、便所よ、つって、あいつも可愛いところあんだよ、つって、その流れ的に、なんか、やっぱ佐野だねえ、なんて打って、よ、佐野は佐野だよ、つって、うん、なんだよ、時間ねえな、とか言って、今から行くか、おい、つってさ。だからみんな次第だよ。もう正直、コメントで。もうコメントで、ちゃんまんって、頼むよって。行こうよ、ちゃんまんって。盛り上がんねえよ、みたいな。なってくると、やっぱり、ね、みんなが来んな来んなっつったらさ、いや、まあ、いや、ゲルゲ来んの、じゃあ行かねえわ、とかなるのよ。なんだよ。いいよ。おいちゃんダメだよ。ってなるのよ。うん。だからダメ。ヒカルのちゃんまんも似てる？そうなの？いや、ばあさん、やっちょ。いや、体動きますね。飲み行きましょうよ。やっちょ。ばあさん。いいっすね。いいっすね。ワドさんいいっすね。ねえ。まあ、みんなで仲良くやろうよ。祭りなんだから。いや、だからよ。便所はよ。金儲けばっかりだからよ。俺綺麗なんだよ。俺行かねえよ。行かねえから。もともとはよ、俺が言い出したんだよ。俺がボクシングで、そのチャレンジ企画っていうの？だから、俺が便所とな、配信でやろうっていう企画だったんだよ、もともと。俺は金儲けとか興味ねえから。金梅さんは違うから。へへへ。ええ。マジか。弾ける？ええ。タバコ吸ってくるわ。これが、あれだから。バイさんだから。まあ、濃い、なかなか濃いメンツが集まってきたよな。なかなか濃いメンツだよ。俺はちゃんまん来てもらいたいよな、やっぱな。結局どうなったんだろうね。来ないことになったのかな。なんか、あの、ドレさんの俺、バッキンガム宮殿の下りよくわかんないんだけど、あれ何なの？何なのあれ。俺全然わかんないんだけど、なんかドレさんが NG 入れるたんびに、なんか、バッキンガム宮殿がどうのこうの言ってんだけど、あれ何なの元ネタ。おはよう。そうだよ。もともとは、パイセンが、あの、便所太郎さんにチャレンジ企画みたいな、要はそのなんつうんだろう、ボクシングをして便所さんに勝てるのかみたいな企画を提案して、で便所さんが受けたので、便所さんはこれは金になるって言って、便所さんは 3,4 年前から生主やるときからこの企画を温めてたのよ。実は格闘技の大会やりたいっていう。でパイセンに許可を取らずに、あの、俺はもうこれをイベントにするって言い始めて、で、各選手問い合わせ待ってますって言って、俺らがバーって電話して、俺も出る俺も出るってなって、こう固まったの。そしたら便所さんが金儲けには付き合いきれねえっつって、急に出場辞退したの、2週間ぐらいして。しかもそれも、プロモーターと便所太郎さんとゆいかさん3人で居酒屋で話して、金の分配とか高校で決まったのよ。決まったのに、なんかいきなり出ねえとか言い始めて、そう、やっぱりやめたって言い始めて、そっから盛り上がったの。だからきっかけはパイセンの企画なんだよ、これ。そう。だけど、パイセンもパイセンでやっぱレジェンドのプライドがあるわけじゃん。だから自分の名前が大々的なんで、なんで便所プレゼンツなんだよってなって、揉めたの。だからさ、ファイナルマッチっていうかメインマッチは便所さんとゆいがさんだったんだよ。もともとは。で、やめるっつって、誰にしよう、誰にしようって、あたふたしてたの。もったいねえよな。絶対、ゆいがさん出てた方が盛り上がったからね。
だからオフ会の時笑えたもんね、ほんと。パイセンいじりがずっと続いて、あいつは一体何なんだと。これだけ盛り上げてくれて、これだけ宣伝までしてくれて、こんだけ大きくして、結局自分が目立たないっていう、なんであの選択をしたんだろうって。パイセンいいよな、つって。こんだけ散々宣伝して、こんだけでかくしてくれたよ、つって。で、出ねえ、つって。うん。パイセン一人で損してるだけじゃん、つってみんなで笑ってた。よくわかんねえな、あの人、つって。ああ。そう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 。せっかく面白い企画考えたのに全部取られちゃったっていうね。金曜日の練習ね、まだ時間決まってない。うん。わかんない。なんか AV の撮影とかが入ってるらしくて。前回の練習実はね、俺らの入り時間の前 AV の撮影があったんだよ。あそこはなんかそういう場所っぽいよ。なんか本当にリング借りる場所じゃなくて、AV のなんか、俺らの想像だよ、これは。なんかガチホモがいきなり筋肉ムキムキのガチホモが殴り合うと。おい、リング上がれよってガチホモになってグラウンド取ってから、いきなりハーハー言い始めてパンツを脱いで絡むっていう、あそこはイカ臭いリングなの。俺らの想像なんだけど、まあ AV の撮影が入ってると。だからその後俺らは青春をしてんの。イカ臭いリングで。うん、そうそうそう。うん、ねえ、前回もね AV 撮影するプールのところで配信やったんだけど。どうのんちゃん。え？見せて。うんふんふんふん。うんふんふん。ペン貸して。これどこに書けばいい？どこに書けばいい？まあいいや、この辺に書いていい？余ってるところに。なんかさ、その、この鳥のさ、くちばしがかっこいいんだよ、やっぱり。だからくちばしを大きく書いてほしいんだよね。力強さが出るから。そう。こう、もふっとさ、うん。くちばしと足、え？何？ブツブツ？これ？これをどうすんの？あ、こっちが、こっちじゃないんだ。なるほど。まぁ、ちょっと任せるわ。完成してみ、見てみないとね、わかんない。そっちの AV に、ガチホモの AV にも。神聖なリングを何だと思ってんだよな。グゼ様いらっしゃい。
当日はだから面白いよ。わやさん、ちょっとライトがお前眩しくて、僕喧嘩持ってるんですね。ちょっとライト消しても、ライト眩しくなって、リングのゴングになりました、和田さん、いってらっしゃい。だから、セコンドが面白いよね。うん。セコンドが大変なことになるから。うん。結構リアルな話。初めはバカにしてた配信者のことを最近はエンターテイナーとして。それはね、多分正しい見方で、ニックさんが。要はね、なんかね、なんかこいつを、なんか配信者を見るときにリスナーさんって地元の友達みたいに見ちゃうんだよ。なんか、ダメ出しをしたくなるっていうか、そういう見方ってあんまり正しくなくて、実はカメラが回ってるんですよ。俺らからすると。俺らの視点で考えないとダメで、プロレスなんだよ、基本的には。だから、カメラ回ってないと喋らないし、カメラ回ってないと、その、過剰な表現ってしないわけじゃん。だからそれを含めてエンターテインメントとして楽しまないと意味がないんだよ。例えば、プロレス見てるときにさ、これ、隣でわーって楽しんで、つえーとか、何々行けーとか言ってるときに、これ、あれだから、やらせだからとか言っても全然面白くないでしょ。ただのつまらないやつなんだよ。いや、消えろっていう感じじゃん。リスナーさんからしても、プロレスラーからしても、いや、消えろ消えろって。金払ってわざわざいらねえからって。そうじゃなくて、ああ、わあ、こいつは世界最強だからとか言ってる方が面白いのよ。嘘でも。嘘でも乗っかってて、いや、こいつは世界最強だから、ローキック見てろとか。そこにいかにバカみたいに乗っかるかなんだよ。例えばディズニーランドにデートに行って、ミッキーかわいい、キャー嬉しいって初めて来たって言ってる女の子の前で、おい、聞け。つって、小さい女の子だよ。おい、聞け。この中には小さいおっさん入ってるからな。つってもさ、帰れよってなるじゃん。女の子泣くだけじゃん。冷めるじゃん。だから、ニックさんが、配信者のことをバカにしてたっていうのは、リスナーとしてレベルが低かったんだよ。もう、ディズニーランドに行ったらバカみたいにミッキーとか、何々乗ろうぜとか、誰々可愛いとか言ってた方がいいのよ。シンデレラの靴欲しいねとか言ってた方が面白いの。プロレス見てるときは、猪木は最強だよとか言ってた方が面白いのよ。乗っかるっていうかさ、そのバカなノリに。それは正しい見方だと思うよ。配信が楽しくなるし、いい時間を過ごせる。そんなね、なんか俺の方が強えとか、これは本当はこうだとかやってるうちはね、二流のリスナーですよ。二流っていうか三流だよ。うん。
いや、億万長者になりたいわけじゃないんだよ。そこはね、違うの。うん。ただ金欲しいってわけじゃないのよ。そんなのはいらない、俺は。そうそう、裏を知ってて乗っかるっていうのが一番楽しいんだよ。だから、これはこうなんじゃないか。本当は、本当なんじゃないか、嘘なんじゃないかって言ってるのが一番楽しいよ。ただ億万長者になるっていうことだけ考えるんだったら配信やめるわ俺効率悪すぎるわ。さすがにそこまでバカだねよ。そうだよ、カシューナッツだよ。いや、
カシューナッツ何いいんじゃなくて、俺普通に好きなんだよね。俺、キューちゃんボクシング2回ぐらい対談して、キューちゃんが半笑いになったっていう。あんまりにも痛い。キリスト教のことはあんまりにも詳しすぎて、リアルな牧師が苦笑いして、最初の頃は泳がせてたの、キューちゃんを。で、これはですね、聖書のこのページ見てくださいっつって、聖書二つ並べてこうやってやってて、でもここに書いてあるのこうですよねっつって、もうだん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 詰めていったの、後半に。そしたら、キューちゃんは最終的に苦笑いしたっていうね。わかりませんっつって。すげーってなったよ。キューちゃんが苦笑いして、その件についてわかりませんって答えたっていう。キリスト教の論破の方法って、いくつかあるのよ。やり方が。結構矛盾してるのね。キリスト教って矛盾の宗教って言われてて、例えば、地獄っていう表現を一切してないのよ。聖書の中では。みんなさ、キリスト教の概念って天国と地獄があると思ってるでしょ。煉獄とか。ないんだよ。聖書に書かれてないの。それはね、小説で書かれたのね。なんだっけ、考える人ってあるじゃん。で、その煉獄を見つめるって。あれはだから舞台で作られたの。キリスト教をベースにした。そう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 。だからよくキューちゃん地獄に落ちるって言ってるけど、キリスト教の概念的に地獄なんて存在しませんよねって。神の国は存在しますよねって。おはよう、イレブン。バーガーありがとう。面白かったよ。それを理解できた、論破できたのを理解できたリスナーが何人いるのかって話したけど。多分理解できてないよ。例えば、キリスト教、キリスト口だけ和道さん、まあ全然何と評論してもいいですよ別に、なんて言えばいいのかな。キリスト教がなぜ矛盾の宗教、本当を言うと矛盾はしてないんだけど、例えば博愛の精神ってあるじゃん。隣人を愛せとかさ。要は、人殺しはダメとかって。だけど、まあ、基本的先民思想みたいなもんで、神が命令したことにし、だったら何でもいいのよ。だから、町を皆殺しにして焼き殺せとも言ってんのよ。だから戦争できんのね、彼らは。ジハードだっつって正義の戦争ならいいわけだ。だから、隣の人を愛すと同時に、異民族を焼き払うことができるっていう特殊な宗教なんだよね。俺らからすると矛盾だって考えるかもしれないけど。もともと地獄っていうのは、俺らが思うような地獄っていうのは、この世のことを指してるの。キリスト教の考え方、終末思想っていうんだけど、最終的に戦争が起こるのよ。で、神様を信じてる人はいきなり、その神様が手を救い述べて、人々を天国に連れてくの。天国っていうか、神の国って言った方がいいのかな。そう。だからこの世から地上から消えるのよ。で、最高の魂と最高の肉体を手に入れて永遠に暮らすの。そこにね。で、要は神を信じてない人は戦争だらけのこの世の中。要は、なんて言えばいいのかな。北斗の拳みたいな世界になるのよ。仏教かな。あ、そうだね。異教徒ね。俺は仏教が一番しっくりくるかな。打ち込むぞ、これ。俺だけど、最近の北朝鮮が日本を守ってる核でもあるっていう論法はすごい好きだった。
日本人は感謝しろって、俺らは日本を守ってるんだって急に言い始めたの。アメリカから日本守ってるんだっていうめちゃくちゃな論法を立てた時にすげえなと思って俺ら北朝鮮に守られてんだみたいな、うん、すごいよ、まさかその発想はなかったわっつって、アメリカから日本を守ってんのは俺らだっつって、うん、日本は感謝しろって、新しいよね、あ、でも戦争起こるかもね、うん、もうね、ジハードはイスラム教ね、うん、でもイスラム教もさ、キリスト教も一緒だから、元は終末思想は変わんないよ結局、うん、聖戦が起こるっていう考え方はベースは一緒よ、うん、なんで俺が仏教が信頼できるかっていうとね、宗教はダメって言ってるのは仏教なんですよ。宗教じゃ人は救われないっていうね、俺は正しいと思う。あれか、キリスト教だとハルマゲドンか、合ってる、ハルマゲドンとかアルマゲドンか、タイラーってなんだっけ、女優、あれか、あのボーカルの娘か、リブタイラー、あー女優さんね、可愛いよね、娘役だよ、面白いよね、ね、面白いよね、まあ宇宙空間で火吹いたりとかおかしな描写いっぱいあるんだけど、うん、空気ねえだろうみたいな、まあそのツッコミどころは満載だけど、あの面白い、面白いと思う、俺好きな映画だね、アルマゲドンは。おはよう、バタフライテール。おはよう。エヴァンゲリオンもう一回見たいな、一から。正しいエヴァンゲリオン講座をやりたい。エヴァンゲリオンのここを見ろっていう、アニメ版の方ね。
あれはすごい終わり方したもんね。完成度が高すぎるんだ。なんかその例えばなんだけど、あのいろいろ突っ込みどころが多くて、手法としてさ、隠す技法っていうのをいっぱいやってるの。要は答えを出さないで、あえてその前提条件みたいなのも説明しないで物語を進めていくから、疑問点がすごく多くなる。例えばまずうまいなと思うのが、一番最初に来る人が第三使徒から始まるのえってなるじゃん。だしそのセカンドインパクトっていうのが前提にある世界観なの。だけどみんななぜそれを突っ込まないんだろうと思うのが、セカンドインパクトってセカンドじゃん。でファーストインパクトのこと書いてないのよ。セカンドインパクトからの物語が始まって、サードインパクトを防ぐって言ってんので、ファーストインパクトのことを書いてないでしょ。でファーストインパクトっていうのはビッグバン説、ビッグインパクト説っていうのを採用してて、これは恐竜が絶滅したりとか、地球の地軸がなんで傾いてるのかとか、あと月がなんでできたのかっていう学説が定説になってんのね。でそれはどういうことかっていうと、ゆっくり大きな星が地球上にかするようにのめり込んだの。でバーンって爆発を起こして、要は地球上のね、もうめり込んでいったの、地球の中に。そうすると、あの地球にこう粉塵が舞い上がって、氷河期になって、なんかほとんどの生物が死滅したっていう、その科学的なビッグインパクト説っていうのを元になってる。でそれで破片が舞い散って、ゆっくり球体になったのが月だって言われてんの。だから月に行って分かったことっていうのは、構成物質、地球との構成物質が一緒なの、不思議なことに。地球の地表とかね、そうっていう学説、ビッグインパクト説がファーストインパクトだっていうので、セカンドインパクトっていうのが起こる。あー、初見さんいらっしゃい、ランランさん、もしよかったらこっちもフォローしてね。そうで、それでエヴァンゲリオンの世界観は、黒き月っていうのがジオフロントに埋まってるのよ。要は地球の下にくぼみがある、それがジオフロントなんだけど、実はそれは黒き月っていう、そのビッグインパクトの時に来た黒い月のクレーターの一部が日本の下に埋まってるっていう世界観なのよ。わかる？だから最後、その、あの、レイが黒き月をバーって取り出していって、その、サードインパクトが起こるんだけど、で、その黒い月に、あの、人類の祖先となるアダムとイブが乗っかってきたっていう世界観。要は第一使徒、第二使徒なんだけど。で、その何代かの使徒っていうのが人類を滅ぼしに来るっていう世界観なのよ。簡単に言うと。エヴァ深いよね。面白いよね。深いっていうかね、設定がすごい細かいんだよね。そこが面白い。だから、その、ロボットアニメっていつも子供の乗り物に全てかけてるような。エヴァンゲリオンはロボットアニメではありませんよ。あれは汎用人型決戦兵器ですから。人造人間エヴァンゲリオンですから。エヴァっていうのは、まずその第二使徒の要はアダムとイブのイブに当たるんだけど、リリスっていうんだけど、リリスの子供が人間なのよ。でリリスのコピーで作ったのがエヴァなの。だから人間なの、ロボットではありません。怒りますよ。怒りますよ。本当に。そう。メカニックデザインがいいよね。だってエヴァってどう考えても敵だもんね、あれ。悪役だもんね。でもともとその旧約聖、電気で動いて鉄で生きてる。違うの。もともと、だからエヴァンゲリオンの中に暴走モードとか暴走って言われてるのあるでしょ。実は、その、それは説明されるんだけど、エヴァンゲリオンがつけてる鉄のあの鎧みたいな拘束具なんだよ、あれは。で、無理やり電気でパイロットとシンクロをさせてるの。だから、
パイロットが考えたことを電気信号で無理やり動かしてるの。だから暴走っていうのは表現が違くて、電源が落ちた後にエヴァ本来が勝手に動き出したんだよ。だからあれ生物の、実は。だから電源がなくても動いちゃったりするの。そう。要は制御できなくなってるから暴走なの。そう。で、使徒っていうのは生命の実っていうのを食べてるのね。で、人類っていうのは知恵の実って食べてる。これ旧約聖書に出てくるんだけど、もともと知恵の実を食べたから、なんつうの、楽園から追放されたと思ってるでしょ。違うんだよ。旧約聖書によると、まず知恵の実っていうのを食べて、自分の自我に気づいて、恥ずかしくなって裸だったのに、イチジクの葉で陰部を隠したところが洋服が始まるの。だからネルフのマークってイチジクのマークなんだけど、知恵の実を食べたことによって人類っていうのは神に近い存在になった。要は思考を手に入れたのよ。自我とかを手に入れたの。で、その後神がなんで恐れたかっていうと、生命の実って言って永遠の命を食べちゃうと、それは S2 期間って言って永久期間のことなんだけど、それを食べると神と同化しちゃうの。だから神は生命の実を守るため、生命の木っていうのはセフィロトの木って言うんだけど、セフィロトの木の中にできてる実のことなんだけど、それを食べるのを恐れて追放するの。なぜカオル君はシンジ君を守りたいのかな。これは劇場版。俺はね、進撃の方はもうぐちゃぐちゃだと思ってるから、進撃の話はあんましたくないかな。あれはもう無理がある。あの電源コードいつも邪魔そうだと思ったけど、そうなんだ。そうそうそう。で、裏話をすると、エヴァンゲリオンっていうのは、アンノがやりたかったこととか好きなものをギュッと詰めたの、監督が。で、宮崎駿の巨神兵と、ウルトラマンが元になってる。だからカラータイマーなの。3分しか動けないっていう設定は。フリーメイソンがだからゼーレに当たるのかな。フリーメイソンっていうかイルミナティっていうかね。要は視界文書外伝に書いてある通りに世の中を動かそうとする人ね。ドレさんがうなちゃん問題で何やってるんだ、和道は。だってよくわかんねえわ。直接言いたいことがあるなら突してください。別に話聞くんで、別に話したいことがあるなら繋がってるんで突かけてきていいっすよ、全然話しますよ。で、エヴァンゲリオンの世界っていうのは、魂と肉体っていう設定があるのね。で、エヴァっていうのは、リリス。要は、第二使徒のコピーで作ったのがエヴァンゲリオンの人類が。要は、知恵の実で再複製をした神のコピーなの。だけど、魂はリリスが持ってるはずだ。で、肉体はリリス本人じゃん。だから肉体をコピーしたもの。じゃあ、リリスはなんで動かないかっていうと、魂を持ってないからの。で、この魂は誰が持ってるかわかる？リリス。第二使徒の魂は誰なのか。わかる人いる？これ。第二使徒の魂はどこにあるのか。まず、エヴァがどうやって動いてるのかっていう原理を知らないといけないんだよね。わかる人いる？第二使徒の魂。なんで第二使徒は稼働しないのか。封印されてるのかって話なんだけど。要はね、第二使徒を引っ張り、人類が引っ張り出して神の力を手に入れようとして暴走して爆発したのがセカンドインパクト。あ、違うわ、第一使徒か、アダムか。わからない。大丈夫。話し続けていい。綾波レイなのね。で、綾波レイの肉体はじゃあ誰をコピーにベースに作ってるかっていうと、お母さんなの。シンジ君のお母さんなの。だから、シンジ君のお母さんの体のコピーに第二使徒の魂が入ってるのが綾波レイなのね。で、お母さんは肉体は、エヴァンゲリオン初号機の中に溶けちゃってて、エヴァンゲリオン初号機の魂はお母さんの。だから、シンジ君しか動かせないの。もしくは、第二使徒、リリス。要は、綾波レイか、シンジ君しか動かせない。OK。で、じゃあ、渚薫。目の赤いキャラクターっていうのは、使徒なのね、あれ。人間のコピー。
エヴァはロボットじゃないのにスーパーロボット対戦出ちゃってる。まあまあまあ。じゃあ、なぎさかおるはなんで他のエヴァを動かせたかっていうと、アダムの魂を持ってるから。ちなみに、アダムの肉体っていうのは、碇玄道が持ってる。近親相関の話だよね。だ簡単に言うと、うつ病の青年が世界を滅ぼす話です。うつ病の青年が人類が嫌になって、こんな世界滅んじゃえっつって、滅ぼしたんだけど、やっぱり嫌だっつって、複製する話だよ。で、綾波レイのことが好きだったんだけど、自分の子供を身ごもっていたのがアスカだったから、アスカが転生されたっていう話。シンジ君いいじゃん。あれ、かわいそうな話だよね。シンジ君はね、珍しいんだよ。パイロットなのに、消極的っていう。エヴァンゲリオンに乗りたくないってずっと言ってるのに大人が無理やり乗せるっていう。シンジ君に必要なのはエヴァじゃないんだよ。シンジ君に必要なのは精神科医なんだよ。イカリ一族が頭がおかしく見えるのは物語を理解してないから。イカリ君の本当のお父さんは冬月先生なのね。そう。イカリ一族はなんでああいう風に狂ってるかっていうと、自分の子供じゃないんじゃないかっていう疑いを持ってるからな、言動が。だからああいう人間関係の、本当は冬月がお父さんなんじゃないかっていう設定なの。人類補完計画って魂をみんな一緒にしましょうっていうことですよね。まあ簡単に言うとそうだね。それのシナリオを書いてるのが、シナリオのパターンがいくつかあるっていうことだね。そう、巻き込まれ方主人公で、そうそうそう、まあエヴァが元だね。常にずっと乗りたくないっていう。あ、いるよ、うん、AT フィールドがかっこいいと思う。バリア系は好き。 AT フィールドは面白いよね。絶対領域、心の壁っていう。玄道は六分儀って名字でしたよね。ゆいの養子になったってことですか。いや、結婚した時に奥さんのせいで入籍したんじゃないの、怒りって。うん。おっさんはどっち、養子にはなったんじゃなくて、養子じゃないでしょ。結婚した時に奥さんの名前を継いだの。なんでかっていうと、その碇ユイの方がゼーレの方に近かったから。だからユイの研究がなかったらエヴァンは作られてないから、うん、エヴァンゲリオンを作ったのがお母さんだからね、碇ユイだから。
アスカはマリの子供説が噂されてますけど、どうなんでしょう。だから、いつも言ってるけど、俺、進撃の方はあんま好きじゃないな。で、原作が、そのアニメ版のエヴァンゲリオンで、そのサブが漫画なのね。で、漫画版で書かれたのだと、まあ、違うよね。だって、その、ソウリュウ・アスカ・ラングレーっていう設定で、その、お母さんはいたわけだから。ただ今回は書かれてないけど、絶対ないよね。うん。姫っていう呼び方をしてるし、ああいう書き方をしないから。だからあれでしょ？なんだろう。マリは語り部でしょ？今回は。要は、その、お母さんの後輩なんだよね。イカリ・ユイの。イカリ、レズビアンなんだよ、しかも。で、イカリ・ユイに惚れてたんだよ。子供じゃないと思うよ。うん、ちょっと設定に無理がある。っていうか、今回はやっぱ設定に無理があると思ってる。無理やりすぎる。だから過去を語る。シンジ君に過去を説明する役だと思ってるけど。なんか、今回の新劇場版は映像が綺麗っていう、日本一綺麗なアニメーションっていう印象。だから俺はエヴァにそこは期待してないから。もっとぐちゃぐちゃしたものが見たい。エヴァの面白さはそこじゃなくて狂った人間模様だから。全員病人だろ、これっていう。だってエヴァンゲリオンの世界って精神科医がいたらまあ治るからね。必要なのはね、精神科医なんだよ。うん、全員病気だから。やっぱり一族じゃなくてみんな頭がおかしいんじゃないか。みんなおかしいでしょ。だって冬月はね、結婚したての部下のね、自分のね、教え子に手出して子供産ませちゃうし、玄道は世界だから、玄道がやりたかったことっていうのは奥さんに真珠のことを問いただしたかったんだよ。俺の子なのかっていう、お前冬月と寝てただろうっていう。まあ冬月は冬月でね、マゲシステムを開発した研究者と寝ちゃうしさ。で、その娘とも寝ちゃう。で、ね、29歳のね、イケイケなお姉ちゃんはやりまんお姉さんで、14歳と寝ようとするし。そしたら断られちゃうし。あのシーン好きなんだよね。なんか、29歳のね、綺麗なお姉さんが、14歳の男の子にエッチ求めたら、やめてよって言われて、寂しいのねみたいな、人が怖いのねっていう、あのドヤ顔で解釈する、あの29歳のお姉さん。14歳の男の子にさ、セックスしようよってするよって、やめてよやめてよミサスさんって言われたら、人が怖いのねっていう、あのドヤ顔。あれは笑えるよね。あそこは腹抱えて笑うシーンだと思ってるけど、こいつ強えなって、こいつ気持ち強えなって、美里さん。すごくない？あのし。人が怖いのね、つって。女が怖いのかしら？ねえ、ペンペン、つって、うん。とにかく世界を二人の子供の、肩に任せるのは不安すぎる。ガチムチのおっさんが頑張ってほしい。うん、いや、あのシーン最高だよ、本当に。美里さんの心強すぎる。シンジのことがずっと好きなアスカも可愛いしね。
違うんだよね。その世界の動向をどうするかじゃなくて、大人の都合に子供が使われたっていう話なんだよ。大人が自分のエゴで何かをやろうとした時に、その鍵を握ってるのが子供たちだっていう世界観だ。次の日曜日っすか？28かな？了解です、了解です。いや、鬼メンタルでしょあれ、うん、いや全員病人だよねあの世界観、うん、了解で、うん、めちゃめちゃ面白いエヴァンゲリオン。やってることはかっこいいロボットアニメだと思ってるけど全然違くて、ただの昼ドラだからねあれ誰と誰がくっついてセックスしたって言って嫉妬して、うん、ただの昼ドラでしょ。本当の子供は誰なんだとか、本当の親父誰なんだとかめちゃめちゃだよ本当に、うん、必要なのはね、裁判所とね、あの精神科医ですよ。海鮮盛りやさんありがとう。いや、だから流行ったんだよ。ロボットは隠れ蓑なんだよ。別にアスカとかレイの萌え要素で流行ったわけない。萌えなんかなかったんだから、あの頃。本当に好きだって言ってたのはそこじゃない。ヒューマンドラマがすごい良かった。いってら、お仕事頑張ってね。おはよう見える。旧劇場版の最後、アスカがシンジに向かって気持ち悪いで終わるのにびっくりした。あれは裏話があって、あれすごい作り込まれてて。庵野監督が、その声優の宮村優子に惚れてたっていう噂があるんだよ。多分惚れてたんだよ。めちゃめちゃ可愛かったの。アスカの声優さん。アイドルみたいで。で、その時に監督が別のセリフを用意してたんだけど、あの宮村優子に言ったの。目の前で朝起きて知らないおっさんがベッドの横でオナニーしてたらなんて言う？って質問したら、宮村優子は本気で気持ち悪いって言ったんだって。それだ！って言ったらしいよ。要はそれどういうことかっていうと、監督の庵野は俺のオナニーだってこれはっていう作品なのよ。で、俺が気持ちよくなるためにオナニーをずっとやってるのがエヴァンゲリオンなの。好きな女の子に向かって。で、その時に気持ち悪いって聞いて、それだって思ったらしいよ。だから、その表現者として正しいんだよ。その手法は。要は自分の本当のリアルをそのまんま持ち込んでるから。だから良かったの、エヴァンゲリオン。アスカの扱い、別れたら、進撃のアスカの扱い、別れたっていうか付き合えなかったんだよね。うん。そう。だからもう好きじゃなくなってるんだよ。もう気持ちが乗っかってないもん、進撃場版。だってさ、それそうだよ。あの頃は貧乏でさ、がむしゃらに書いてた時期でしょ。今大金持ちだぜ。亀尾さんおはよう。のりたまさんおはよう。いや、別に頑張ってないですよ。だから俺のオナニーだっていう表現はすごい良かったね。まさに表現者の鏡だよ。宮崎駿も同じこと言ってんの。自分の作品を見るのは恥ずかしい。あ、もう作んの止まってんの。うん、だから新劇場版は俺期待してない。見るけど、絶対見るけど期待してない。うん、そうそうそう、そういう裏話がある。
要はレイじゃなかったから殺そうとするのよ。自分の好きな女の子じゃなかったから。トガシは多分ね、来週号のジャンプから復活するんじゃないかって言われてるね。トガシはもういいよ、天才だから。ペニーさん花火ありがとう、おはよう。うん、ペニーさんおはよう。最後のセリフは同化に対する、拒否だと思ってた。違う、なんでかっていうと、あの時点ではアスカに子供がいたから。ミヤムーン AV は昔からね、もう都市伝説でずーっとあるよね。俺ミヤムーン超タイプだから、うん、超好きなんだよね。可愛いよねミヤムーン。バセドウ病になっちゃったけど全然可愛い。じゃあ次枠エヴァンゲリオンの話しましょう。続きでお疲れ様です。次枠行こう。トリオツです。次枠でがっつり語ります。設定は気にしなくていい。本当に面白いものは設定なんていらない。そこがエヴァの最大の魅力なの。設定に操られてない。はい、皆さんおはようございます。ワードです。今日はですね、2017年5月の25日朝の7時44分になりました。おはようございます。なんかエヴァンゲリオンの話で盛り上がりたいと思ってるんで、ぜひエヴァンゲリオン好きな人は見に来てください。今日語るねエヴァンゲリオンは旧作の方ですね。原作って言われてる、あの一番最初に作られた作品のエヴァンゲリオンの方です。よろしくお願いします。ニアはどつ、ミールはどつ、うん、アニメ版エヴァンゲリオンですね。今更ね、もう20年前の作品、もう何年前だ、新世紀エヴァンゲリオン。おい、おっさんいらっしゃい。まあね、社会現象になった作品だから知らない人はいないと思うけど、2016年かな。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん。もう